はい、ウイスイス。ちーちゃんいらっしゃい。はい、こんばんは、高山さん。楽しんでて。どうも、こんばんは。はい、ワドツー。ドラちゃんいらっしゃい。楽しんでて。みんなおはよう。おはよう。日曜日終わっちゃうね。もうすぐね。はい、こんばんは、かっちゃん。いつもありがとう。かっちゃんいらっしゃい。楽しんでて。ウィス、コーニュンさんは初めましてですかね。コーニュンさんいらっしゃい。楽しんでてください。それ言わないで。え、何？何それ言わないでって。なんか言った？あ、日曜日が終わっちゃうってやつ？休みは終わって明日からまた仕事だね。のんたんとはまたなんかいざこざ喧嘩してるかな。こんばんは。もう、なんか喧嘩でもないんだけど、まあいつも通りですね、平常運転です、はい。悲しいよね。カエルさんこんばんは。うさぎさんバイこんばんは。楽しんでて。12月休み結構あるな。今日が27でしょ。5連勤か。いろいろ準備進めないとね、旅に向けて、旅配信に向けていろいろ準備を進めないといけない時期に来たね、本当に。はい、こんばんは、さくらさん。いらっしゃい。楽しんでて。和道です。お疲れ様です。なんかあれだね。ふわっちまたリスナー増え始めたね。出発日はまだ決まってないかな。生活保護をね、抜ける日を役所と決めてから具体的になると思う。生活保護を抜けないとまずいけないんですよ。旅に出るためには。で、まあ、いつ抜けるっていうのが決まって、で、そっからですね、実際に生活保護、抜けてからになるんで、あと、部屋をどうするのか、この部屋を維持していくのか、それとも解約をして、本当に、ね、どうするのか、そういう問題があるんで、うん。でもまた新しく部屋を借りるっていうことを考えたら、この部屋維持した方がいいのかなとも思ったりもしてるし、かつての和道がみたい。姉ちゃんいらっしゃい。プロですよ。プロになりましたよ、姉ちゃん。今月17万稼がせていただいてます。ありがとうね、みんな。ハッチワード2、配信でようやく飯が食えるようになりましたよ。まあね、ぶっちゃけた話で言うと、その生活保護抜けるのは確定は確定だから、生活保護抜けるのは確定なんだよ、金額的に言ったら。前から言われてた金額超えてるのね。バイトで稼いでるお金が7万円。それから配信で稼いでるお金が17万円。まあ、24万円の収入だから。そうなんだよ。収入、3ヶ月間は安定して入ってるっていう実績を作らないといけないんだよね。だから1個手があるとしたら、停止っていう手があるんだよね。生活保護ってね、みんなね、簡単に抜けられると思ってるけどね、そんな簡単に抜けられないんですよ、実は。あ、そこだよな。はい、こんにちは、ももさん、ハートありがとう。ありがとうございます。なあ、まあ人生の転換期は転換期だよな。
どうしていくのかっていうのは。もうコメディ系のネタはあんまりやらないの？コメディ系のネタ、コメディアンじゃないからな、もともと。まあ笑いは好きだから、いろいろ悪ふざけはやってくだろうけど、俺はもともとコメディアンではないから、まあずっと言ってるけど、言論系でやっていきたいと思ってるから、別に自分でコメディやってるとは思ってないですよ。ただまあ好きだけどね、コメディアンではないと思ってる自分は。昨日つばにゃんになんで慣れ合いダメなの一言でブロックされました。ワドツ、おー、まあまあまあしょうがないでしょ、気に食わなかったんだろうね、なんだろうね、気に入らなかったんだろうね。俺はブロックする基準っていうのは人格否定をする人、話を聞いて別に批判者でいいと思ってるんだけど、単純な批判はいいと思うけど、IQ が低い人は相手にしない。ハチ、ハートありがとう。この転換期に旅をして人と触れ合うのはかなり大きいよ。そうだね。はい、こんばんは、あやか。楽しんでて。今暑い時期だと思ってるね、俺も。配信者として。油が乗ってる時期だと思ってるから。まあこれからだよね、本当に。ハートプレゼントありがとう。楽しんでってください。やっぱね、人との出会いがね、人生を変えるんですよ。これは間違いないこと。人との出会いが人生を根本から変えるんだよ。おー、ゼリー、いつもありがとうね。ゼリーいらっしゃい。だから、人との出会いをね、大事にできないやつは成長ができないやつですよ。最近和道さんの配信ばかり見てるから、この前ゆいがさんの配信見に行った時、和道さんこんにちはって言ってた。怒られるでしょ。おい、和道じゃねえよお前、ゆいがだよ、なんだお前、おちょくってんのかこの野郎って言われたでしょ。和道じゃねえよ。それ面白いね。ゆいがさん今キャスで絶好調だからね。今日あれじゃないの、アクティブゴリラ VS 暗黒じゃないの、やってんのかな。眉間にシワ寄せながら、和道じゃねえけどな、うんって言われた。あ、和道じゃねえけどな、うんっつって。いや、それさ、格下の生主とさ、名前を呼び間違えられたらショックだよ。俺だって、なんかコッペ、和骨とか言われたらすっげえ腹立つもん。なんか柏木和骨とかさ、闇将軍和骨とか言われたら腹立つもん。フリーありがとう。ハートありがとう、和道。熱いね。だから和道に惹かれる。俺熱いよ。ふつふつと煮えたぎる情熱、パッションを持ってますよ。パッションですよ。人間に一番大事なのは。でしょ、情熱がなければ何もできないからね。逆に言ったら情熱があったら何でもできるんだよ。うん、何でもできるの。情熱があったら。人間に一番大事なのは情熱ですよ。あとプレゼントありがとう。うん、ありがとうございます。面白いね。まだアクティブゴリラやってないね。ハートプレゼントありがとう。やばいね。稼がせてくれんの、まだ。まだ俺のこと稼がせてくれんの？嬉しいね。おう、和道さんこんにちはっていうのを、指が覚えてるのかな？こっちは素で間違えちゃったから本気で焦った。あー、だから洗脳されてんだろうね。和道にね。洗脳されてんだよ。多分そうだと思うよ。もう癖になってるんだろうね。まあ俺としては嬉しいけどね、そうやって間違えちゃうのは。いやー、ニパニパするでしょ、そりゃ。
まあでもドキドキもするけどね、これからどうやってこうっていう生活が大きく変わるわけだから怖いよ正直。だってさ、想像してみなよ、生活の保障が全くない中でさ、家もさ何もかも引き払ってさ旅に出るって超怖くない？宗教法人和道教、俺はね、もう宗教はダメだと思ってんの、本当に。宗教では救われないんだよ。宗教はダメ。だから俺は宗教法人は作らないだろうね。宗教っていうのは周りの人が作るもんだと思ってるから。仏教もね、周りの人たちが作ったものだし、ブッダ本人が作ろうとしたものじゃなくて、イエス・キリストもキリスト教って、あれは弟子たちが作ったもんだから。俺はブッダとか釈迦になりたい人だから。はい、たくみさんいらっしゃい、ワドツ。絶対この人には洗脳されないって最初思ってたのにな。だから、洗脳されてるんですよ。わかんないよ。それを人は愛と呼ぶのかもしんないよ。うん。たくみさんいつもありがとう、ワドツ。のんちゃんは元気してる？ご飯食べてるかな？後ろにいるよ。後ろで寝てるけど、ちょっと不機嫌だね。ちょっと不機嫌だね。なんか、ちょっと、複数人で大型コラボの企画が入ってきて、その打ち合わせをしてたんだけど、それで不機嫌になっちゃったね。年末あたりに結構面白い組み合わせのコラボが待ってるんで、こいつとこいつとこいつありえないっていう、なんか結構大人数のコラボがあるんで、楽しみにしててください。まあメンツ的には面白い。ヘルペスは治ってないね。うん。顔に出ちゃうみたいで。うん。氷を当ててるね。そんな簡単に治らないみたい。なんかこう、ストレスが溜まると表面化しちゃうみたいで。なるべくストレスにならないように。俺も気を使ってるわけですね。けどね。うん。結構、まあ、昔からワドを見てる人からしたら、おお、これは熱いコラボだっていう、討論会なんだけど。はい、頑張ります。ハッチありがとうございます。結構熱い。あれで、ああ。あ、ゆきんこはどつ？それがね、面白いんだけど、のんたんにフェラされてたんだけど、のんたんにフェラされてたんだけど、もう、イチャ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 してフェラされてる時に、LINE が来て、で、LINE 帰って、誰と LINE してんのつって、なんか、得意の番組、得意なんとかの番組で、テコキカラオケっていう超面白い番組があるの。で、俺よくテコキカラオケで YouTube で見てんのね。で、テコキカラオケっていうのは、花火ありがとう。よいしょ。ありがとうございます。よいしょ。ありがとう。そう、テコキカラオケっていう番組は、どういう番組かっていうと、カラオケ90点以上取ったら、100万円あげますっていう番組で、若手芸人とか素人とかいっぱい来んのよ。で、テコキのスペシャリスト3人が、そう、テコキをするの。この、垂れ幕を作って見えないようにして、テコキしながら芸人とかが歌うのよ。売れない芸人とかが。で、みんな90点取れないわけで、そう、フィニッシュとか言って、パーとか言っていう番組があって、もうこれ考えたやつ、くっそ面白いなっていうふうにずっと俺が、もうその番組ハマってたの。そしたら、のんたんフェラしてる時に電話がかかってきて、で、あー電話出ないわ、っつったの。
そしたら、のんたんが、なんか、手こきカラオケ、手こきカラオケって言って、要は、のんたんがフェラしたまま、電話に出ろっていうの。で、いやいや、ワンワンだよ、これって言っ、ああ、言っちゃったよ。うん。で、そしたら、なんで女と連絡取り合ってんのつって、ダメになったね。デッパちゃんいらっしゃい。こんばんは。コメントありがとう。楽しんでってください。そうそう、チャックを下ろさせてーなっていう番組かな。すごい面白いんだよ。いろんなもうパロディで、テラスハウスをもじってなんかペロペロハウスって言って、なんかその、女の子と男の子がルームシェアするんだけど、一人だけ、やりまお姉さんを仕込んでて、すぐやらせてくれるお姉さんが中にいると。それは誰なのかっていう恋愛番組とかやったりとか、すっげー面白いの。うん、初見さんいらっしゃい。カズコインさん、コメントありがとう。クマちゃんいらっしゃい。面白かったらでいいんでフォローしてください。いや、面白いよね。そう。のんたんがずっとフェラしながら、俺が喘いでたら、電話出て。マジョさん、手こきカラオケ。うん。初見じゃねえだろ。雨いらっしゃい。久しぶり。うん。そうそう、昭和のテレビみたいに結構面白い番組やってるんだよ、本当に。昔はね、地上波もうバンバンエロいのやってたもんね。ありえないぐらいね。面白かったよな、昔の地上波は。なんか、トゥナイトとかワンダフルとかさ、結構いろんな番組があったんですよ。風船プレゼントありがとう。旅はもう決まりですね。旅は決まりでしょ、約束だもんだって。風船プレゼントありがとう。多分ね、20万超えそうかな？今のペースで行くと多分20万超えるだろうね。まあだから大幅に予想してた、ギリギリ行くか行かないかだと思ってたんだけど、まあありがたいことにね、応援してくれる人がいっぱいいるから、あ、これは期待に応えないとダメだなと思ってるね。トゥナイトとかワンダフルとか、監督コーナーとか面白かったよね。ストリップ劇場の取材に行ったりとか、うん、風俗の取材に行ったりとかして。うん、あ、ありがとう。雨ありがとう。だからもう晴れて配信だけで飯食ってこうと思ってるんで、プロを名乗らせていただきます。生着替えとか、あ、全然あったよ。だってさ、志村けんのバカ殿でも全然お風呂のコーナー必ずあったもんね。エロコントっていうかお風呂コント必ずあったよ。昔のテレビは。ハートプレゼントありがとう。うん、面白いよね。プロ宣言するの。だから、小手半プロに変えたね。プロ配信者に。うん。肩書きはプロ配信者にしようと思ってて。うん。まあ、15万超えたらプロ名乗ろうと思ってたからね。前から。誠実にやっていけば、なぞくすりすると思うな。頑張って。うん、頑張る。おう、千代いらっしゃい、ワドツ。そうだね。あんまり調子に乗らずに、ひたむきにやってこうと思うけど。まあ、決意の表れだよね。プロですって名乗るのは。これで飯食ってってますっていうね。でも、一回そのプロの世界に入ったらもう収入下げるのはありえないと思ってる。あ、本当だ。和道プロマネージャーになってる。あ、たくみさんのおかげだよ。たくみさんとのんたんと、あと支えてくれてたリスナーさんのおかげだよね。特にたくみさんとのんたんはずっとそばで支えてくれてたから。次の、日本の次はアジアでも旅してください。アジアじゃなくてアメリカまず行こうかなと思ってるね。スケジュール的に。本当はね、東南アジアから回ろうと思ってたんだけど、32歳の時アメリカ大陸に行けっていうお告げがあるんですよ。だから行く、スケジュール的にアメリカ先だなと思って。そう。占い師でもあるし、まあ、本業は占い師なんだけど、宝くじ、3億円と7億円人生で2回当ててて、それを元手に株式投資で200億ぐらいまで稼いだ人が知り合いにいて、その人自分のことを占い師なのね。で、株とか、その宝くじの専門家ではないんだけど、その自分の占いを占い師を当ててないと。だから詐欺だっていうのが持論の中にあって、もともとプログラマーなんだよ、その人。で、プログラマーとかだったらわかるけど、非オカルト的なの大嫌いな人多いんだよ。理数系の人だから。詐欺師じゃないんだよ、それ。有名な人。で、プログラマーで、で、その本格的に、占いの勉強をして、ちゃんとした占いのね、中国の書物とか読んで、
そしたらなんだこれデータベースじゃんっていうことに気づいたらしいの。要はアルゴリズムとして占いを捉えたのが分かったらしくて。で、その人が面白いのは、いや、占いが当たるとか当たらないとかの話はしてないよ。で、まあ、その人の面白いところっていうのは、そうそう、統計学とか、要はデータベースだっていうことを言ってるんだよ。で、要は、なんていうのかな。うん。その人は、じゃあ自分が当てられることができないのはおかしいよなっていうことを言って、要は、他の人を占って無責任じゃんっていう。自分で宝くじ当てないと宝くじ当たる占いなんか、占い師としてダメだって言って、そこがその人の面白いところなんだよ。で、自分の占い通りにやったら2回宝くじ奥当ててて、テレビにも出てるよ。松本人志のテレビに覆面で出てるんだけど。その人プライベートで知り合いなのよ。で、その人にも22歳の時、ワド君アメリカ行ったら人生変わるよっていう風に言われてるし、絶対行きなさいっていう。もう、それこそ空港に降りてその場で帰るだけでもいいから、行くことに意味があるから、行きなさいって、そこで人生変わるって言われてるし、いろんな占い師、有名な占い師とか霊感持ってる人も、アメリカに32の時に行けとか、32歳の時に死ぬよとか、いろんなこと言われてるから、まあ行こうかなと思って。風船プレゼントありがとう、マロンマルさん。まあまあ、験担ぎに行こうかなと思って。なんか行かないで後悔するよりも、まあみんなが言うんだったら行こうっていう発想かな。占いを信じてる信じてないじゃなくて。で、まあ、ノンタンにもそれ、相談したんだけど、どう思うっつって。そしたらノンタンも行くべきって言って。当たるか当たらないかじゃなくて、心にしこりが残ると取り返せないから、時間っていうのは取り返せないから、別にアメリカ行っても損することないから、和道さん行くべきだよって背中を押してくれて、あ、じゃあ行こうって。ね、行かない理由がないじゃん。別に。だからまあアメリカ行こうかなと。ちゃんまんどうなんだろうね。うん、この前、ちゃんまんに一言言ったけどね、ちゃんまんありがとうって。その配信で15万以上確定した日があって、結局14万から17万まで一気に行ったんだけど、あ、エリカ風船ありがとう。ちゃんまんに一言言いたいことあるんだけど、つって。本当はね、会って話したかったけど、まあめんどくさがり屋なの知ってたし、まあ電話もね、配信中だったから、あれだったから、電話するのもあれかなと思ってコメントで言ったんだけど、まあ3年半前、ちゃんまんの動画見てこの世界入りましたって。で、3年半、ちゃんまんのことを追っかけてて、今日、初めて、配信で食うことができるようになりましたっつって。ちゃんまん夢をありがとうってコメントを打ったの。うん、ああ、よかったじゃねえかよ、つってた。おー、ワード。いや、別によ。俺じゃねえよ。よかったじゃねえかよ。って言ってくれてた。まあまあまあ、まあまあ、配信に関しては、まあ、自称弟子っていうか、まあ、俺がメンターだと思ってるからね。勝手に師匠だと思ってるから。まあ、それ言うなって言われたから、もう名乗らなくなったけど。あんまり言わないようにはしてるけど、俺の中で配信の師匠はやっぱちゃんまんだよね。それはあるよ、やっぱり。あの人追っかけてここまでやってきたわけだから。新しいフォロワーさん紹介します。カエルさん、ゴロツキさん、チッチさん、ホーライさん、ムクさん、フォローありがとう。なんかこういうさ、エコーとかも全部ちゃんまん基盤に作ってるもんね、やっぱね。うなちゃんまんリスペクトがね、ところどころ入ってるよね。なんか、こう、かっこよかったんだよな。なんかこう、なんかこう、企画をやるわけでもないしさ、本当に自分語りをしてて、ファンが1000人以上常にいるっていうか。うなちゃんまんいなかったら多分 YouTuber になってただろうね。うん、その時は YouTube やろうっていうのが本音だったから。YouTube はノウハウがあったのよ、もともと。で、おそらく当たるだろう。日本で一番最初に YouTuber やったの俺だから。うん。これネタじゃなくてガチなのよ。日本で一番最初に YouTuber 始めた基盤を作ったの俺なのよ。誰もやってない頃に顔出して、いろんなことやってたのね。そう。だから、まあ、いけるだろうなっていう。まあ、その、ヒカキンぐらい稼げるとかはないけど、食っていくぐらいはできるだろうなと思ってたから。でも、まあ、つまんねえなと思って、新しいことにトライしたいなっていうのがどうしてもあったから、自分の中で。うん、だったら生放送の方が面白いんじゃないかと思って。
生放送と YouTube のミックスみたいなことはやってるね今。まあでも悔しい思いもいっぱいしたよね。あの心ない人にさ、和道は裏方向きだとか言われたりさ、うん、演者向きじゃないとか配信者としては向いてないとかいろんなこと言われたけど、でも結局ね、あの頑張ったやつは結果残せるから、うん、あの人は適当ですよ。人の意見を鵜呑みするんじゃなくて、やっぱり自分が目指してる人の意見を耳を傾けてきたよ俺は。新流いらっしゃい和道つ、それがやっぱ生き方だと思ってるから。足引っ張ろうとする人もいるんだよ無意識に、うん、まあ自分だったらね別にいいけどね、人がね、人に何かを言うのは責任がかかると思ってるから。そう言ってた人たち今の和道さん見てどう思ってるんだろうね。やっぱり思ってた通りだって言ってるよ。和道は伸びると思ったんだよって。要はなんでそういう責任のないことが言えるかっていうと、今この瞬間がどうかしか見れない人たちなのよ。だから未来どうなるかっていう投資ができない人たちは、多くの人はそうでしょ。ダメな人を見たら、ホームレスみたいなボロボロの格好見たら汚ねえっていうのよ。こいつには才能がないっていうの、凡人は。だから話をちゃんと聞いて、あこいつはできる、未来投資する価値があるっていう人たちが応援してくれてたから、だからあのダメな時に支えてくれてた人が俺は本物だと思ってる、うんうん、だからその人間ダメな時に そいつの 本心っていうか、その才能みたいなものを見抜くのって目利きが必要なんだよ。自分自身にも才能がないとダメなんだよね、うん、こんばんは神々さん、楽しんでいってください。難しいよやっぱり、うん、だから現実しか見れない人っていうのは未来を作れない人だよね。あ、ガスコインさんありがとう、頑張ります、ありがとう、うん。だから成功してる人っていうのはさ、何もないところから何かを達成していってる人が多いわけじゃん。だから経験則でわかるんだよ、こいつはできる、こいつはダメだっていう、うん、まあいつも俺は言うのは、まあ情熱を持ってるか夢を諦めないか。そう、夢は逃げないんだよ。逃げるのはいつも自分なんだよね。夢は逃げないでしょ、逃げるのは自分なんだよ。だから俺は夢を裏切らなかったから。神々さんありがとう、頑張るね。あとはまあだから自分一人の力でできることじゃないから、俺がいつも言ってるのは、俺なんか大したことないっていう、実は俺を支えてくれてた仲間がいたからここまで来れたんだっていう、そういうね、結果が出ない時に支えてくれてた人がいるから、俺はだから一緒に取ったと思ってるの、うん、だからリスワンナンバーワン取った時もお世話になった人には電話したり DM 送ったよねやっぱ、うん、ありがとうって、あなたのおかげで取れました、うん、ありがとうございますっていうのは一人一人 DM 送って、うん、今まで支えてくれててありがとうございます、これからも頑張りますっていうのは電話したよね、うん、本当に長い人いっぱいいるからさ俺の放送は。だから人間一人でさできることなんかたかが知れてるんだよ。そんな仲間に出会えたの和道さんってすごいね。運がいいんでしょう、うん、運がいいんだよ本当に。人の運だけはズバ抜けていいよね。人と出会う運は本当にズバ抜けてると思う。昔からのね、力ある人に可愛がられたりとか、心ある人に可愛がられてますよ僕は、うん、あ、ありがとう。そう、人間一人ができることなんかたかが知れてるんだよ。実は一個のことしかできないんだよ人間って。100ね、例えば映画監督で言ったら、この人は全部作ったように見えるんだ監督っていうと。違うんだよね、実は現場で色を塗ってる人とか線を描いてる人がいっぱいいるわけじゃん。その全体のプロセスとかコンセプトとかビジョンっていうのを伝えてるだけで、監督っていうのはさ、実際カメラマンでもなければさ、ね、全部の絵を描くわけじゃないじゃん。だからその仲間がいないと何もできないんだよ、うん、大きなことをやろうとすると。ロクちゃんいらっしゃい。だからまあ大きなことをやろうとしてて、その一緒に大きなことやりませんかっ
ていう呼びかけて、で最初は仲間全然できなかったけど、今では多くの人たちが和道頑張れ和道頑張れってこうやって風船とかアイテムとかくれたり、だってこれみんな自覚ないかもしれないけど、自覚あるかどうかわかんないけど、風船投げるってみんなからすると、あちょっとお小遣いやるよぐらいかもしれないけど、俺にとってはスポンサーだからね。スポンサーっていう自覚ないでしょみんなは。俺はもっと重く捉えてるのよ。みんなが1円とか10円とか500円とか1000円とかね、小さい額かもしれないけど、俺はこの1円でも投げたら俺はスポンサー名乗っていいよって言ってるから、うん、俺は和道が売れない頃和道を支えてたのは俺だよって名乗っていいよって言ってるもん、うん、そう、あいつが売れない頃俺はあいつのこと食わせてたって堂々と言ってくれって、うん、いやマジでしょ、俺はそういう風に捉えてるよ。だってみんながこうやって投げてくれたお金で俺はプロになれたんだ。あ、そんな甘くないんだって。よくさ、そのね、アイテムはあの何、花火しかいらないとか、アイテム投げないやつはゴミだみたいなこと言うやついるけど、俺は放送は無料で見るべきだと思ってるから。でなおかつこいつのこと応援したい、こいつの夢に乗っかりたい、こいつの夢を買いたい、俺も参加させてくれよ、俺も一緒に旅させてくれっていう人にだけアイテム投げてくださいって言ってるわけだから、だから書いてあるでしょ、応援してくれる人は、応援してくれる方はフォローとアイテムお願いしますって、うん、ハートありがとう。ハートしかないけど、イーフラスワン、いいよいいよ、イーフラッシュよ、うん、あーカくん、ありがとうありがとう。あのさ、カくんもう一個さお願いしていい？カくんおねだりしてもいい？あのね、旗はでかいやつ買うんだよ。それが3000円ぐらいかな、アマゾンにやっといたんだけど、でっかい旗なんだけど、そのやっぱさ、現地に行ったらポール立てたいじゃん、ポールで旗振りたいじゃん、ところどころで。だからポール500円で売ってんのよ、うん。でそのポールも500円で、もしよかったらカー君に買ってもらいたい、うん、あの旗俺が買ったんだよって。やっぱさ、旗もいいんだけど、ポールもセットにしたいじゃん。500円で入れといたから、その振る用の旗も買ったから、そう、収縮できてポケットに入れられるやつ、それもカー君に買ってほしいなって、せっかくだったら、うん。そう、カー君がね、その旅配信やるんだけど、そのカー君が提案してくれて、日本の国旗を俺が持っていくと、で日本の国旗にリアトツしてくれたリスナーさんがサインを書いていくと、コテハンとメッセージを。で最後旅が終わった後に部屋にもう黒い字でブワーってなってる旗を掲げて、こう配信したら面白いんじゃないっていう、あれ旅配信した時のだよっていう思い出のさっていう、カー君が言ってくれて、で、あ、分かった、旗買っとくよって言ったら、バカっつってよ、アマゾン入れとけよって、俺が買ってやるよそんなもんって言ってくれて、こういうのがだからそのスポンサーですよ本当の。クータンハートありがとう。うん、アイテムしたいって思える人にしかアイテム投げてないです。まあそうだよね。うん、和道さん面白いから大丈夫、ありがとう。うん、風船100個ありがとう。海崎さん風船ありがとう。サイン書きたいでしょ。みんなでだから、みんなで作ろうよ、みんなで。ありがとう、応援してくれて。うん、そうそう、だからなんつうんだろう、応援もそうなんだけど、参加してもらいたいんだよね、みんなで一緒に作ろうよって。見たかったんだけど、あの棒もっと良さげなのないかな。あー、あるかな。いや、伸縮性のあるやつ選んだんだけど、どうなんだろう。どうしようかな、今やる？アマゾンでな、伸縮棒っていうのかな、何なんだろう。うん、ちょっと待ってね。まあ、これじゃダメ？あ、これ500円じゃねえや。590円か。これで十分じゃない？ダメ？壊れそう。大丈夫じゃないの？大丈夫っしょ。うん。多分大丈夫だと思うよ。なんか、あんまり重たいものほら、旅だからさ、あんまり荷物の量は減らしたい。最小限にしたいから。伸縮性ないと持ち運びしんどい。そう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 。さすがにさ、桃太郎みたいにここに刺してさ、日本の国旗果たしてやるわけにいかねえからさ。耐久性か。まあまあいいんじゃん。まあ壊れたら壊れたでガムテープとかさ、なんか、多分大丈夫だと思うよ。多分大丈夫だと思うよ。うん。大丈夫大丈夫。うん。ていうか、いいやつとかあんのかね、この伸縮棒に。それがわかんないから。これでも伸縮ポール。どれが高くてどれがいいやつかわかんねえかんな。ちょっと待ってね。クロス付き。
クロス付き。じゃあ、高いやつもう一個入れとくわ、欲しいものリストに。高いやつもう一個入れとくね。欲しいものリストに追加。もう、なんか1400円の方も入れといたわ。うん。あ、ありがとう、ありがとう。別に時間ある時でいいよ。そんな、キンキンじゃないから。すぐ旅に出るわけじゃないから。楽しみだよね。伸縮性ないとね。和道さんとこ来るとちょい泣けるのよね。リスナーの思い。ありがとう。いや、まあ、リスナーラブだよ、俺は。ありがとう、かくん。うん。ね。みんなでさ、超かっこいい旗作ろうよ。伝説の。はいよ。やっぱ伝説っていうのはさ、みんなで一緒に作るもんだから。一緒に伝説作りましょうよ。そこに参加できたら嬉しい。いや、参加してるんだよ、本当は。だって、今のトークも俺は作品だと思ってるの。表現だし作品だと思ってるのね。で、実はみんなのコメントとの掛け合いが面白いわけだから、一人で喋ってるわけじゃなくて、参加してる人が面白いかどうかで俺のこの作品っていうのが面白さが変わるんだよ。おい、モロいらっしゃい。楽しんでて。だから、実はね、コメントもね、作品一緒に作ってることになってると思うよ。モロハートプレゼントありがとう。いつもありがとうね。みんなで作ってるんだよ。一人で作ってるんじゃないんだよ。だからよく言うの。和道の配信面白くないじゃんっていう人。うん。お前が面白くないからだよっていうの。俺らは面白いからって。お前が面白くない人間だから俺の放送楽しめないんだよって。ここにいる人間は全員放送楽しんでるからって。なんでかわかるかって。面白い人間だからだよって。俺はそれくらいの気持ちでやってるけどね。うん。別に面白くないんだったら見なきゃいいじゃんっていう。コラボできたの？何のコラボ？うん。何のコラボ？あのね、のんたん芸能人で誰に似てるか分かった。あのね、若干なんだけど、水谷美紀が入ってんだよ。継続の女の人。継続の女優さんで、水谷美紀って分かる？あ、中谷美紀か。ちょっとね、のんたんね、外人っぽい顔してるじゃん。中谷美紀みたいな顔してんだよ。分かる？中谷美紀って。継続の女の人。昨日コラボしたかったです。あ、そうだったんだ。うん。なん上がってきてくれればよかったのに。中谷美紀だね。ちょっと似てるんだよね。ひな、こんばんは。中谷美紀っぽいよね。似てるよね、ちょっとね。うん、カリナにも少し似てる。なんか、ちょっと外人っぽい顔なんだよね、やっぱ。ハーフって言われるけど。うん、のんたん自分の顔あんま好きじゃないんだって。俺美人だと思うけどね、のんたん。年の割には綺麗だと思うけど。寄り道してたんだ。あと、のんたんスタイル面白いぐらい、なんかね、アニメみたいなスタイルしてるのよ。ほんと体重ガリガリだから、ほんとね、なんかね、アニメみたいな体してんの。それがね、それは見せらんないけど。そう、それをね、みんなに見せることができないの、ちょっと残念だよ。最初ハーフかと思った。のんちゃん美人よ。花がある顔だし。そうだね。うん。だから、その、なんつうんだろう、化粧しなくてもパッとしてる顔だよね。うん、あんまり自分の顔好きじゃないんだって。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。ありがとうございます。コメント。面白かったらフォローしてください。おい、月野さんいらっしゃい。こんばんは。楽しんでって。
のんちゃん背低いの。人形みたいな感じ。人形みたいだね。ほんとフィギュアみたいだね。なんかね、のんちゃん背153センチだから、すごい小さいんだけど、すごいよ。なんかもう、なんつうんだろう。スラーっとしてる。旅のね、旅費は溜まったってわけじゃなくて、あくまでもその、生活費をくださいっていう感じなんだよ。俺的には。俺は配信で食っていきたいから。で、別にその、配信はさ、場所にとらわれないのが特性だから、ぶっちゃけた話、生活ができるようになったら、外配信ずーっとやっててもいいわけじゃん。だったら旅に出ようっていう。だから旅の企画じゃないんだよ。このお金っていうのは。あくまで俺をプロとして育ててくれるためのスポンサーを集めてる感じだから。まあだから、まあ、旅費は溜まったって感じじゃないね。俺は別に使い続けるから。うん。そんな感じ。いきなり聞いてもいいか。全然いいよ、もろ。なんでもいいよ。身長、あ、低いんだ、あやかも。うん。なおいらっしゃい、わだつ。なんでも聞いて。だ15万取り続けないといけないと思ってる。そういえば、ワドが旅に出る頃かな。わかんないけど、俺新しい仕事始める。だから一緒にスタートできたらいいと思って。いいね、いいね、いいね。いいね。そういうの大事だよね。あーって。俺もだから、靴がさ、9年履いてる靴があるんだけど、その靴は、やっぱ、仕事を、志があったさ、自分の気持ちが蘇ってくるよね。その靴を見ると。中さん、どうもどうも。配信で食べていけるんですか？まあ、わかんないですね、正直。人にはおすすめしません。ただまあ、今月、まあ、27日間やって、17万稼いでますね。まあ、弱小ですけど、まあ、なんとか今月からプロ名乗らせていただいてます。中さん、コメントありがとう。面白かったらフォローしてね。うん。まあ、人には勧めないかな。人気商売だから、いつ廃れるかわかんないし。修羅の道ですよ。風船10個ありがとう。旅人配信者。そうだね。うん。旅人ですね。新しいフォロワーさん紹介します。ケイ、なんて読むんだこれ。ケイツさん、カエルさん、ゴロツキさんありがとう。フォローありがとう。この世界に原発は必要だと思いますか？あー、原発推進派か反対派か。はあ、この世界にか。日本にじゃないよね。必要なものしか人間作ってないんですよ。人間は必要なものしか作ってないの。ただ、エネルギーが強いものっていうのは作れるようになったわけだ。例えばね、これって拳銃ってそうだったんだよ。戦争のあり方を変えたんだよ。で、ダイナマイトもそうだよね。ダイナマイトってなんで生まれたかっていうと、山の岩を砕くために生まれたの。山を削ったりとか、そこから採掘、石を取るためにダイナマイトが必要だったんだよ。でもダイナマイトって、人を殺すこともできるわけだ。爆弾になるわけだ。で、核もそうなんだよ。核ミサイルになったりとか、人間をエネルギーに変えるわけだ。で、俺がよく思うのは、日本っていうのは、鉄腕アトムとかガンダムって、あれみんな知らないかもしれないけど、動力って核なのね。だから、あの時、核エネルギーに夢を見ていた日本人っていうのがいたんだよね。うん。日本っていうのはなぜ豊かになれたのか、なぜ今の生活が維持できてるか、なんで先進国になれたのかっていうの、エネルギーがなかったのに。それは核ができたからなんだよ。だから日本人のシンボル的なアイテムなの。核っていうのは。だけど、その、震災が起こったからって、それを全否定するとか、東電を全否定するっていうのは、俺は間違いだと思う。もっと冷静に判断をすべき。で、これからの日本っていうのは核が必要なのか、それに代わる代替エネルギーはあるのか。ただ単にアレルギー的に、その核を廃絶しなきゃならないっていうのはダメよ。もっと冷静になろうって思ってんの、俺は。うん。急になくすことは無理なんだよ。急になくすことは無理なの。で、どんなエネルギーにも、それは人間の業なのね。人間っていうのは火を手に入れて獣より強くなったの。人間って弱いでしょ。犬にすら負けるんだよ、本気出されたら。本気出されたら野生の犬に噛み殺されちゃうの。これ本当なんだよ。野生の猿に負けちゃうのよ。あんなちっこい猿に。なんで人間っていうのは知能を得たかっていうと、火を手に入れることによって安心感を手に入れたんだよね。そう。こんばんは、ウルルさん。だから、まあ、
なんつうんだろうな、感情論じゃなくてディスカッションが必要だと思うよ。で、俺はなんだろう、電気使ってるし配信がないと、電気がないと配信できないのよ、うん、だからその核廃絶っていうんじゃなくて、もっと代替エネルギーとか考えていこうみたいな、うん、質問全然変えていいよ、いいよ、いいよ、全然なんていうか普通に投げていいよ、質問は全然いいよ、うん、そうだと思うよ俺は。ちょっといろいろあって、病んで週2日しか働いてなかったんだけど、和道さん見てたら頑張ろうと思う、週4に増やしてよ。まだまだだけど和道さんと一緒に頑張る。うん、頑張って頑張って。ただね、頑張りすぎないことね。うん。俺は頑張るって言葉あんま好きじゃないの。だからツイッター、俺のツイッターフォローしてる人ならわかるけど、俺頑張るって漢字どういう漢字書くか知ってたら書いてみんな。俺は、癌を張るっていう言葉あんま好きじゃないの。うん、頑張れって言われるのもあんま好きじゃないの。だから俺は、頑張れっていう漢字を変えてるんだよ。誰かわかる人いる？頑張れっていう。俺がどういう漢字で打ってるか。もしわかる人いたら書いてあげて。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ふみさん、フォローありがとう。わかる人いないかな。俺ね、頑張る、特に、頑張ってる人に対して頑張れっていうのは、なんか、あんまりなんだよね。頑張るっていう言葉があんま好きじゃない。うん。なんか頑張りすぎるから、ダメなの。日本人頑張りすぎなんだよ。頑張らなくていいんだよ。頑張るってね、俺はね、こうやって書くんだよ。ちょっと待ってね。こうやって書く。そうそうそう。頑張れ。笑えって意味。顔が晴れる。頑張らなくていいから顔が晴れてろって。笑ってたら楽しいからって。顔が晴れるで頑張れですよ。頑張れですよ。頑張れ。頑張ってない人なんかいないから。うん。頑張って、みんな頑張ってるから。頑張ってないやつなんかいないから。世の中に。みんな一生懸命生きてるから。俺が一緒にやってくれるボスは、頑張れって書く。あれかな。俺は加藤修士さんっていう人にこれを教わったんだけどね。俺がもともと、若い頃、一緒に仕事させていただいてて、師匠みたいな人なんだけど。加藤修士さんっていう、結構有名な人でテレビ何回も出てんだけど。加藤修士さんに教わった、これは。停戦量被爆についてどう思いますか？またチェルノブイリ事故と福島第一原発事故の違いはわかりますか？俺は専門家じゃないから俺に聞くのは間違いだと思う。全くわからん。全くわからん。だから、まず俺は専門家じゃないからそこに関しては責任のあるコメントはできない。ただ、俺はその被災者、千葉県の成田市だったから震度6弱か震度6強の被災を受けたんだけど、その時の経験談で放射能もまあ浴びたろ、成田だから思いっきり降り注いだろ、その時怖いと思った経験は話せる。バイトに行くまでの30分間の道、歩いて30分間の道でずっと揺れてたんだよ。その時に全く無傷のスズメの死体を3匹見た。その日、その時は冷や汗が止まらなかった。スズメの明らかに誰かに攻撃されたとかじゃないの。もう明らかに放射能でやられたであろうスズメの死体を3匹その日に1回で見た。スズメの綺麗な死体を見たのも初めてだったの。その時俺は怖いと思ったね。あ、俺は来てると思った。浴びてると思った。小野陽子の名言なんだか印象的でした。小野陽子の名言はこれですね。誰かと見る夢は、じゃあ、一人で見る夢は夢でしかない。でも、誰かと見る夢は現実だ。バイ、小野陽子。要は、夢っていうのは、一人で見てたら、ただを寝てる時に見る夢と一緒だ。もう、要は、何の役にも立たない、ただの夢だと。でも、その夢が共感してくれる人、同じ目線、これを同じ志で同志って書くんだけど、誰かと夢を共有した瞬間、それは現実になるんだよっていうのが小野陽子の言葉だね。さすがジョン・レノンをね、惚れさせた女だよね。
まあ、考え方、レベルが高いよね。レベルが高い。思考レベルが高いんだよ。波じゃないよね。だから俺は結構、OBY の説明ができないってことかな。OBY の説明ができないどころかね、何にも分かってない。うん、だから、原発に関しては俺分からないっていう感じかな。うん、だって俺科学者じゃないさ。うん、深そうと思えば深せるよ。何でも広げることはできるじゃん。知ったかぶることはできるんだけど、でも結局ね、見栄を張ったりとか自分が知識人っぽく見せても結局わかる人、専門家から見たら、あ、こいつなんつうの、偽物だなってわかるわけじゃん。で、俺はその原発を研究してる身分でもなければ、原発を利用してる一利用者だから。で、俺は自分はそのなんつうんだろう、オピニオンリーダーとして責任があると思ってんの。俺の発言って、俺の発言を真に受けちゃう人っているんだよ。俺の発言を参考にする人っていっぱいいるんだよ。影響力があるの。だから、無責任なことは言えない。俺は。うん。わからないもんはわからない。わかるもの、体感したもの、知っているものしか伝えることはできないね。うん。それが、その発言、多くの人が見てくれる立場にある人だと思ってるの発言だと思う。うん、俺は別にね、頭いいわけじゃないし、学者じゃないし、むしろ どちらかっていうとバカだから、うん、だからそういう難しい問題に関しては手出さない。だから俺あんま政治語んないの、うん、政治語ることもあるけど、うん、そう、別にみんなと同じ立場だと思ってるから。ただその中でみんなよりも知ってることとかもあるだろうし、みんなから学ばせてもらうこともいっぱいあるから。いいよ。起きた？おはよう。もぞもぞ動いてる。リテラシーある人だけじゃないからさ、放送を見てる人って。特に若い子とかも見てるから。間違った考え方が広まる可能性があるからね。ただまあ、俺は専門家じゃないけど、いろんな武田さんとかのね、話聞いたりとかしてる限りだと、まあ、チェルノブイリとは全然違うっていう話は、まあまあ、そうなのかなとは思うけどね。うん。お香はね、チャンダンっていうお香ですね。チャンダン。ニコ生よりいいよね、こっちね。これさ、なんて読むの？ケイスって読むの？俺さ、ローマ字読みづらいからさ、コテハン、リスナーさんのコテハン読み上げたい人だから。どうした？どこ行くの？どうした？ノンタン？どこ行くの？駐車場？うん。戻ってくんの？帰らないでしょ？うん。待ってて。ノンタンさ、マッチ買ってきてくんね。マッチ。ロンタンもジュース買っておいて。うん。待って、今お金渡すから。ペットボトルのマッチ買ってきて、でっかいやつ。うん、ありがとう。いってらっしゃい。山本太郎さん知ってるよ、知ってるよ。もちろん、もちろん。あ、キースって読むんだ。はい、遊びに来たよ。おー、人間の卵久しぶりじゃね？いらっしゃい、楽しんでって。リステリンいいでしょ、貯金箱にしてんの。貧乏人だからさ。貧乏人だから貯金箱欲しいなと思ったけど、買えないんだよ、貧乏だから、生活保護者は。だから、こうやって、こう、オイルでシール剥がして、オイル塗ってシール剥がして、綺麗にして、洗剤で綺麗にして、こうやって貯金箱。これちょうど貯金箱にいいな、500円入るなと思って。だからリステリン臭いのよ。だから、金がなくても生きていけるんだって。金があった方が好きなもの買えるけど、別に金がなくても生きていけるんだよ。あったらあっただけいいだけなんだよ、金は。これ本当よ。別にね、金なくたってね、現代社会で何でも手に入るから、正直。うん、
だから金金金っていう考え方は俺は好きじゃない。金だけじゃない、金も大事。金があったら便利、金があったら買えるものいっぱいある。だから豊かだとは思わないの俺は。心の豊かさとお金は関係ない。貧乏で楽しそうなやついっぱいいるから金持ってて楽しいのが一番いいんだよ。それは本当、別にそれは本当よ。ただ貧乏でも幸せになれるから、そう。だから貧乏だからって僻むとか妬むとかそういうの嫌いなのよ。貧乏は貧乏で楽しんで、ただ貧乏自慢は良くない、癖になるから、うん、貧乏はいいことではない、うん、若い時の貧乏はね。でも年取った貧乏っていうのは自分の実績がないことだから恥じるべきだとは思うよ、うん、だけど僻まなくていい、うん、やることやってたら稼げるようになるから、うん、日本の集団的自衛権についてはどう思う？まあ政治の話か。集団的自衛権か。そうだな。俺はまず第一に憲法改正から語ってもいいかな。憲法改正から語ってもいい？ルルさんはこつ。うん、縛りがあるとアイテム出るから人生楽しい。アイデアね、アイデア、そうそうそう、think 考えろって。まず集団的自衛権については一つ、70年間アメリカに洗脳されてたっていう言い方は俺はダサいと思ってる。一日本人として、70年間変えなかったのは日本人なのよだからそうでしょ、変えられるんだよ。変えるのは難しいようにプログラムされてるけれども、変えなかったのは日本人だって考えないと、まずスタートラインが前提とした考え方が違うの。俺らが変えなかったんだ、70年間。だからアメリカのせいでも何でもない。仕組まれたかもしれない。仕組まれたでしょう。なんだっけ。ウォーギルトインフォメーションプログラムって言うんだけど、まあ多分、モロさんは分かってくれると思うのね。ウォーギルトインフォメーションプログラム分かんない人は検索して。まああったでしょう。うん。GHQ もそういう風に作ったよ。そういう政策もしたよ。その政策のことをウォーギルトインフォメーションプログラムっていうの、マッカーサーなんだけど。でも、変えなかったのは日本人なんだよ。俺からすると。だから変えよう、もしくは維持しようっていう議題が出てきたことが喜ばしい。日本っていう国は先進国に金的にはなったの。豊かさ、要は食い物とか建物とかお金とかではなったんだよ。でも心はなってなかったの。ようやく日本人が日本人を作ろうとしてるの。今日本はどうするべきかって議論をしてるの。これは日本人のアイデンティティを作ってるわけよ。だから結果はわからない。どうなるか。その自衛権行使するのか。それとも今の現状維持にするのか。憲法改正するのかしないのかなんだけど。でもこの議題が上がってることこそが実は素晴らしいことなんだということをもっと言うべきだよ。日本人が日本人としてどうやって生きていくかを議論したんだよ。70年間ほったらかしてきたんだから。だからようやくスタートラインに立てた、そう、日本人として誇り持とうよっていう。で、その上で最善策を取ろうって思うね。うん。そう、さっきも言ったけど感情的になるんじゃなくて。だって普通の国っていうのはみんな自分の国を自分で守ってるんだから。でしょ？アメリカに金払ってきて守ってもらうんだったら金払って守ろうって決めようよ。だってそれまではアメリカにどんだけ金払ってきたんだとか言ってたんだから。そうじゃなくて、俺らは金払ってアメリカに守ってもらうって決めるのか、そうじゃない、金も払わん、自分たちで守る、核武装するって決めるか。だから自分たちで決めようって感じ。人のせいにするのやめようっていう。アメリカの属国って考え方やめよう。日本は国なんだから。実際国として機能してなかったんだから。でしょ？俺はその立場。以上です。だから日本人として日本人が決めたことには文句は言いません。はい。日本は戦争する気になってるよね。それは、どうなんだろうな。俺は戦争反対だから。戦争反対だからこそ俺は自衛権持とうっていう考え方の。要は、戦争の権利を行使したところで戦争が起こるっていうのは日本人の勉強不足なのね。例えばその、永世中立国って言われてる国があるんだけど、そう200年間、日本よりも長く戦争が起こってない国なの。だからそういう事例とかも勉強していかないといけないと思うし。だから極端な、その論法に惑わされないでほしい。その、
構トップリーダーたちで影響力あるね、極端な思想を持ってる人の言葉に惑わされないで冷静になろうっていう、うん、冷静になろうって、うん、だってね、戦争っていうのはさ、敵国っていうか、まあ国と国がやることだから、敵を作るから戦争が起こるんだよ。自分一人で戦争なんかできないんだよ、それ内戦だから、でしょ。だからそのなんつうの、戦争が起こらなかったのは逆に奇跡なわけだから、いつ攻め入れられるかわからないのは事実なんだから、それは世界の常識なのよ。ただ地政学的に言うと日本っていうのは恵まれてて、海に囲まれてるから強かったわけよ、その昔の時代から考えると。要は飛行機もなければさ、船で来るしかないから。で、船の戦争って考えたらわかるけど、大陸から船で来るわけじゃん。船の方が圧倒的不利なのわかるでしょ。だから昔の戦争論で言うと、日本っていうのは防衛しやすい国だったの。ただ今は防衛しにくい国になってるのよ。だから飛行機で爆弾落としたらいいわけだから。でしょ？うん。ミサイルもあるし。だからそろそろ考え方変えていかないとね。うん、そういう感じです。俺は極論言うつもりないよ。極論言うやつっていうのは俺バカだと思ってるから。うん、考えてないやつ。考えよって。あくまで考える。なんでか教えてあげようか。考えてる間は戦争起こらないから。悩んでる間は戦争起こらないんだよ。なら IS はアメリカを叩く気だよね。IS がアメリカを叩く。だってそんなの2000年間ずーっとやってる戦争だもん、あれ。叩く。アメリカ、俺はね、だからそれフェアに見ようって言ってんの。ISIS も確かにテロで悪いことやってるよ、イスラム教も。だけど、アメリカがイラク戦争でどれだけの人を殺したか知ってないんだよ。もともとアメリカっていう国、クリスチャンってインディアンを殺して作った国なんだよ。世界的に見たらめちゃめちゃ非常識な国なの。俺は ISIS のことを叩くんだったら、なぜアメリカのことを叩かないのかっていう、イラク戦争のことをなんで言わないのか、それフェアじゃないって思ってるけどね。間違った戦争はアメリカの方がやってるから、うん、少なくとも俺はイスラム教の方が、あのなんつうの、信念を持って戦ってると思うけどね、うん、黙れこぞ。はい、ほべちゃんまいらっしゃい、うん、それが俺のスタンスかな、うん。でもまあ俺あんま政治語るつもりねえぞ、正直言うと、うん、今質問がないから語ってるだけであって、うん、戦争反対だから俺は、うん、はい、ワド2イブいらっしゃい。っていうのも政治では俺らは幸せにはなれないと思ってる、うん、政治じゃなくて俺ら個人個人が幸せになることは俺はお手伝いできるかもしれないけど、政治では人は幸せになれないと思ってる、うん、それが俺の考え方。もっと一人一人と向き合って、今いる80人のリスナーさんと向き合って、それぞれの人生が豊かになることを考えてた方が俺は有意義だし、それが俺のポジションだと思ってんの。なんでかって言ったら俺は政治家じゃないから、うん、でしょ。おすすめの映画教えてください、マイケル・ムーアが好きですね、僕は。マイケル・ムーア監督のキャピタリズムとか面白いと思いますね。まあマイケル・ムーアは全般的に面白かったです。最近見た中ではフェイクは結構面白かったかな。ドキュメンタリーが好きですね。クータいらっしゃい。あとアニメが多いかな。トランプになったら戦争になりそうなんだが、戦争っていうのはね、被害者妄想から始まるわけよ。喧嘩ってそうなのよ。喧嘩もそうだけど、喧嘩と国同士の喧嘩もそうなんだけど、心理的にやられるかもしれないから先制攻撃しようっていう発想なの。うん、いいよ、お帰り、うん。だから心の強さを持とうよ、侍なんだから。ありがとう、のんたん。ありがとう。帰り。あとまあ雪雪て進軍とかも面白いよ。狂ってる映画だけど、雪雪て進軍。あとまあ新しい映画で期待してるのは、なんだっけな、あの戦争を描いてるアニメーションで、なんだっけ、君の名はじゃなくて、なんかあれは見たいなと思ってる。君のなんか戦争の話なんだけど、
なんだっけ、誰かタイトルわかんない。あれは見たいっすね。ランチェスター理論わかる？わかんない、全然。うん、全然わからん。あとね、高架機動隊のハリウッド版は超期待してる、俺。すげえ。すげえ面白い。君の名で合ってるっけ？戦争の話？アニメの。あれは見たいな。あと、まあ、なんだっけ、サトシの青春だっけ？将棋界の話、もう、見ようかなと思ってるね。ハブさんのライバルね。ノンタと仲直りできたんだ。よかったね。うん。ノンタは俺のパートナーだから。何があってもノンタと一緒にいる。フェイク面白いのかチェックします。めっちゃ笑うよ。めっちゃ笑うよ、フェイク、うん。ここのリスナーだったらフェイクは面白いって言うだろうね。まさにその、メディアにいかに洗脳されてたかっていうのがテーマなんだけど、もう、その、面白いよ。いかにメディアに日本人っていうのが振り回されるか。うん、そのカウンターとして撮ってるんだけど。一番好きな漫画は、まあ一番っていう言い方はあれだけど、順番つけるわけにいかないけどさ、これおすすめですね。うん、これは傑作ですよ。特に戦争とか、ね、生死を語るんだったらこれはいいと思う。僕らのっていう。これなかなかいいですよ。うん、まさに神風特攻隊の話だね、これは。あと、まあ、古谷実作品が好きかな。うん、古谷実はもう全般的に好きだけど、特に後半の作品、サルチネスとか好きだね。秘密とか、中期の作品だと秘密かな、やっぱ。あ、ノンタンは配信者じゃないからね。あとなんだろうな。まあ、ジャンプコミックスも結構好きだしね。こんばんは。モンチさんいらっしゃい。テッドは風船ありがとう。モンチハートありがとう、うん。好きな作品いっぱいありますね。お！ワンタローいらっしゃい。引きこもりの教科書っていう作品があるの？あ、それ読んだことないな。うん、俺はさ、なんで政治語るのが嫌いなのかっていうと、政治よりも大事なことってあるんだよ。実はね、日本人とか先進国って何に行き詰まってるかって思うと、もう豊かすぎるんだよ。人らについて語れないです、僕は。政治はだから、俺専門外だよ。うん、政治は専門外。それよりも、歌を歌う人が好きなんだよ。俺はね。絵を描く人が好きなの。うん、笑う人が好きなの。コメディアンが好きだし、映画撮る人が好きなんだよ。だからまあ、左翼だろうな。どちらかっていうと。うん、で、その、なんだろう。政治じゃ人を笑わせらんないと思ってて。俺自身はね。っていうのも、俺のじいちゃん国会議員だったんだよ。で、政治っていうのがいかに大変か、いかに修羅の道か分かってんのよ。国会議員何期もやってんの。で、沖縄県知事もやってるし、沖縄自民党総裁でもあったの。初代の。沖縄自民党立ち上げの総裁だったのよ。だから政治っていうのがいかに難しいかっていうのが分かってる家系なのよ。だから下手に手出さない。はい、モンチ、フォローありがとう。ミックスジューチュー、フォローありがとう。うん、山下清っておにぎり食べたいの人？猫好き、大好き。猫大好き。うん、かわいいよね。にゃんこ大好き。うん、ただ今鳥さん飼ってるから猫飼えないんだけどね。猫大好きだよ俺。猫は人間にかわ、猫はね、人間に可愛がられるためだけに進化したと思ってるね。可愛いよ。みんな猫好き？ワンちゃんも可愛いけどね。ワンちゃんはね、賢くすぎて怖い時があるんだよね。ワンちゃん賢いなと思って、うん。俺より頭いいんじゃねえかっていう。姉子さんかな、新しいフォロワーさん、姉子さんフォローありがとう。三毛猫と、黒猫飼ってるよ。今グーグー寝てる。可愛いよね、ニャンコね。
動物は好きだよ、全般的に。虫は苦手だけどね。マッコイいらっしゃい、楽しんでって。うん、山下清、どうだろうね。おにぎり食べたいんだな、あの人ね。あんまりわかんないかな。切り絵の人だよね。なんか、ちぎって貼る人だよね。ふわっち頑張ってますよ。ふわっち最高だよ、本当に。いついたらやりやすいよ。ふわっち絶好調ですよ。今一番来てる回、ん？ど、何やってんだ？え？あ、氷？はい、使って使って。うん。泡踊り配信。ああ、いいね！行こうよ、行こうよ、四国ね。懐かしいね。泡踊りはみんな感動したって言ってくれたかんな。和道の配信の中で一番感動、泣いたとか、感動したとか、すごい反響あったのは泡踊り配信だったね。うん。なんか、本当にテレビ中継よりも映像綺麗だったって言ってもらえたもん。和道の配信が一番迫力あった。最前列で撮ったからね。あれよかったよね。俺もね、阿波踊り感動したよ。綺麗なんだよ。いいよ。あれは一生に一回見るべきだよ。うん。いいよね。シャンソンやりたいなと思ってんだよね。シャンソン良くない？俺は文鳥飼ってるよ。シャンソンっていうジャンル知ってる？みんな。あのさ、加藤登紀子さんっていう人がいるんだけど、日本のシャンソン歌手で多分一番有名なのは加藤登紀子さんなんだけど、なんかこう、語りながら歌うような感じなんだけど、紅の豚っていうアニメすごい好きなのね、俺。で、時には昔の話よっていう曲知ってるかな、みんな。意外とね、この曲知らない人いるんだよ。時には昔の話よって、主題歌なのね、紅の豚の。知ってる？みんな。シャンソンいいよね。シャンソン、マジで、おっさんになったら勉強しようかなと思ってる。あの歌詞ジブリの中で超いいよね。知ってるかな？知らない？時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店って歌。知らない？知らない？これ。知らない人結構いるんだけど、泣くよ？もう、紅の豚の世界観と、もう、マジでリンクしてんの。ジブリのすごいところって、歌が全部説明してるのよ。魔女の宅急便もそうじゃん。隣のトドロもそうだし、ポニョもそうなんだけど、歌が答えを出すの、最後。だから感動するの。その作品はどういう作品ですよっていうのが全部答えが入ってんの。だから、その宮崎駿の弟子のエヴァンゲリオンもそういう風になってんの。エヴァンゲリオンも残酷な天使のテーゼってあれ、エヴァンゲリオンの答え、あん中に入ってんだよ。歌に答えを入れんの。そうそう、紅の豚、もう名作だよ。絶対見た方がいいよ。超面白いから、紅の豚は。あとね、ジブリの話俺よくするんだけど、ジブリの話しようか、じゃあ、スタジオジブリの。なんかね、結構みんな間違って解釈してることが多いよっていうことで、いろんなことを話すんだけど、歌の歌詞最高だよ。もうマジで泣く。男の歌、あれは。なんだっけ。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、なんだっけ。揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだねっていう歌。サビね、ここ。サイコキネシスは語れないかな。うん。いい声。紅の豚見てないの？超いいよ。うん。あれはかっこいいっていうのはこういうことさ。例えばさ、みんな、もののけ姫のこだまってわかる？もののけ姫のこだまってわかる人いる？白いさ、森に出てくるカタ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 っていう妖精なんだけど、あれってトトロなんだよ。
知ってた？みんな。あれが大きくなるとトトロになるっていう裏設定があるんだよ。うん、意外とみんな知らないって言うんだよ。わかる？うん、小さい頃に見たから意味わからなかったけど、今見れば世界観に入り込める。すごいかっこいいね。宇宙人みたいなやつ。そうだよ。うん。知らなかったでしょ？うん。知らなかったでしょ？ほんとほんと。これほんとだよ。知らなかったでしょ？だから繋がってるんだよ、あの世界観って。あと、まあ、俺、だからそういう、スタジオジブリのみんなが知らないような話いっぱい持ってるんだけど、千と千尋の神隠しってあれ、何テーマ？ジブリの歌の秘密？なんだろう？わかんない。千と千尋の神隠しってあれ、風俗嬢の話なんだよ。知ってた？あれって、風俗で働く女の子の話なの。ヒデピョンいらっしゃい。ちょうど千と千尋の。千と千尋のサムネだね。そう。あと、風の谷のナウシカは核戦争で滅んだ後の、あれは火星の話だったかな。うん。で、ナウシカっていうのは、その、新人類で、実は、現代社会の汚染されてない空気の中で生きていけないのがナウシカたちなの。うん。で、不快っていう、だから逆の設定になってんの。うん、そう、千っていうのは源氏なの。だから面白いのがさ、初めてのお客さんの時、初めてお風呂に入れるお客さんの時に、なかなか抜けない、抜けないって言って、こうやって抜くじゃん。ゴミを抜くんだよ、千が。で、ふわーって言うでしょ。最後。抜け、エッサエッサって言って、おーし、みんな線抜け抜けって言ってさ、ね、抜こう抜こうつって線が抜いて、おじさんが神様がふわーって言って昇天するでしょ。まんまでしょ。そう。あれはだから、初めてお客さんのエッチなことできたっていうシーンですよ。宮崎駿のすごいところはここなんだよ。要は、千と千尋の神隠しを風俗嬢の話ですって言わないで楽しめちゃうのよ。だから、顔なしっていうのは、お金で千の心を買おうとするわけじゃん。金ならあるよ。金ならあるよ。千買えよ。つっても千がなびかないでしょ。だからあれどういう話かっていうと、親が豚になるような、要は堕落な生活をしていて、要は千、千尋っていうのは風俗に身を落とすと。要は、バカな親のせいで、無知な親のせいで千になる。で、名前を奪われる。要は、名前とか住所とか戸籍とかを調べられて、お店の方にガチガチに固められて、もう抜け出せられなくなるっていう設定じゃん。まさに現代風俗でしょ。で、お客さん抜け抜けって言うでしょ。で、何の脈略もないのに、変なシーンで、千尋がいきなり、血だーって言うの。血がたらーって垂れて、血だーって言って騒ぐシーンあるでしょ。その前にお腹痛いって言ってるでしょ。あれは生理なんだよ。所長を迎えた女の子で。で、ハクっていうボーイさんだよね。お店のボーイさんと駆け落ちして、リアルに戻るっていう話で。そう考えるとわかるでしょ。あ、千ってこ、千と千尋ってこういう話なんだってわかるでしょ。うん。そう。だから、宮崎駿のメッセージ、要は金ばっかり持ってて心がない、顔なしっていう女の子を、千に惚れて買おうとするけど買えないっていうのは現代の風俗に通う男よ。あれは。で、宮崎駿のその人たちに対する答えは、お前は仕事しろっていう。だから最後、仕事を与えられて生きがいを、顔なしは生きがいを、喜びを感じるじゃん。うん。湯婆婆のさ、もう一人のお姉さんのところに仕事を与えられて嬉しそうにするじゃん。そう。うん。岡田式、わかんないな。ごめんね、モノさん。うん。確かに働いてる女の子たちは契約で縛られてる。そう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 。だから見方変わるよ。だから、宮崎駿ってすごいんだよ。ハウルの動く城は俺なかったことにしてるね。あれは宮崎駿の中で一番のダサ作だと思ってるから。あれはね、なかったことにしてる、俺の中では。うん。洋画も宗教わかると2倍楽しめるよね。そう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 。本当にそうなんだよ。日本人が理解できないことっていっぱいあって。例えばそのバットマンとか、これとかが、まさにそうなんだけど、その純粋悪っていうのが日本人には理解できないんだよ。これサタンのことなんだよ、ジョーカーって。ハウル結構好きなんだ。俺はハウルなかったことにしてるね。あれは宮崎駿が一番迷走してた作品だと思う。うん、俺の中ではね、あくまで、うん。そう。まあ、あと、なんだろうな。他にあるっていうのか。俺は、いや、もうね、なんだろう。宮崎駿の天才性っていろいろあるんだけど、例えばね、なんで魔女の宅急便って、なんで魔法が使えなくなったかって分かって理解してる人って少ないんだよ。あれ、さ、
キキがさ、魔法使えなくなるときに寝込んで風邪をひくシーンあるでしょ。あれって、あれも生理なの。あれも生理で初潮を迎えて、要は女に変わるシーンなの。初潮を迎えるっていうのは映画のメタファーで、女に変わるっていうところなの、少女から。で、その時に、なんていうのかな、まあ、トンボに恋をするわけじゃん。で、大人になると魔法が使えなくなるよ。子供の頃は実はみんな魔法使いなんだよっていうメッセージが込められてんの。で、男の子を助けるために魔法を取り戻すっていう話なんだよ。あの話って。で、魔法を取り戻すから飛べるようになってハッピーエンドなんだけど、そこには一個隠れてて、ジジとは会話できなくなってるんだよ。わかる？だから、大人に対するメッセージでもあるの。うん、魔法っていうのはどんどん使えなくなるけれども、恋をして大人になっていって、魔法って子供の頃豊かな感性っていうのはどんどんなくなっていくと。それが大人になることなんだけど、一個だけ魔法を使えるようになれるんだっていう。だけど、どんどん、使えなくなるんだよっていう風に。うん、そう。だから、ジジとは最後会話できないんだよ。トトロは、そう。それは本当ですね。宮崎駿がコメントしてて。うん。凄惨な事件があったんですよ。だからね、元になってる事件とか、舞台になってるところとか、リアルな描写があるんですよ。スピリチュアル。まあ、今の流れだとジブリ語りたいかな。狭間山だね。うん。そう。だから、社会派だよね。スタジオジブリ。うん。トトロの都市伝説についてはどうも。あれはね、嘘。もう、それは分かってることで、トトロの、カット。要は、絵コンテの中にはあったんだけれども、原案にはあったんだけど、作品にするときにカットしていくじゃん。時間の関係とか予算の関係で。それで、重要なシーンをバツってカットしたから、ああいう風に、なんつうの、サツキとメイが死んじゃったっていう話、みたいな都市伝説が生まれちゃったの。そういうシーンがカットされてるの。コクリコ坂見てないんだよな。俺やっぱ、パヤオばっかりだな、見るのは。トトロは死神だね。うん。死神。元の設定は。うん。そう。だからそれもあったから、なんつうの。トトロ、サツキとメイは死んじゃったんじゃないか。でもね、俺ね、やっぱ死んでると思うよ。都市伝説とは別に、俺の解釈だと死んでる。なんでかっていうと、普通ハッピーエンドで終わらせるんだったら、お母さんの病院でお父さんとお母さんだけ映ってるじゃん。で、あれおかしいんだよ、終わり方。あれは家族4人で抱き合ってお母さんっていうシーンで終わらせるのが普通なんだよ。でしょ？作家だったら一番感動できるのクライマックスに持ってくから、サツキのメイがお母さんって言ってトウモロコシをバッて渡してバッてやるシーンでしょ。でも窓際にトウモロコシを置いて、お父さんとお母さんしか映らないっていうのは、あれはサツキのメイは死んでるってメタファーに見えるね、俺は。俺はだから、ジブリの公式な解釈、公式発表とは別に考えても、サツキのメイは死んでると思う。俺のこれは感想、個人的な。ジブリに出てくる料理ってな、いやー、それね、俺もう、それ絶対否定派なの。宮崎駿は食い物書くのマジ下手なんだよ。うん、ダメ。それはね、よーく見てごらん。超まずそうに食うの。ね、食べて、クコの実。栄養があるわ、とか言って、もうまずそうに食うのよ。ガツガツ食うの。要は、宮崎駿って食い物に執着がなくて有名なのよ。庵野秀明がそれ語ってるんだけど、お寿司屋さんに連れてってもらった時に、寿司食ってたら5分ぐらいでブワーって食って、まだ食ってんのかって、早く仕事するぞって怒られたことがあるんだって。めちゃめちゃまずそうに食うから。逆、押井守監督の作品見て、めちゃめちゃうまそうに見るから。あれね、トトロの飯がうまそうっていうのは、それ洗脳されてる。あれ、映画の見方間違えてる。本当にまずそうに食うから。だから、シータとかもハムハムまずそうに食うの。もっとうまいもの食った時って、うまいってなるのよ。おーとかいう、描写が出るけどないの。ハムって食うから。本当に宮崎駿は食ダメ。描くの下手。うん、ねえ、トロールだからね、もともとトトロは。それはね、俺は昔から否定してるの。なあ、もうこんなんじゃん、海賊とか。こんなんじゃん、千と千尋とかもこんなんじゃん。あれ食い物に対する、美学がないんだよ、全く。グルメじゃないんだよ。映画って見方変えると本当に面白いよね。うん、そう。だから見る人を解釈して初めて映画だから。だから見方ってそれぞれあるのよ。
例えば、ホタルの墓って、あれってどういう話かって、俺のこれ解釈なんだけど、ホタルの墓ってどういう話かっていうと、みんなが解釈、多くの人が解釈してるのは、セータが頑張って、節子を育ててたけど、節子が死んじゃって、セータさんかわいそうって言ってみんな泣いてるでしょ。俺の解釈全然違くて、セータは節子のこと殺した話なんだよ、あれ。うん、セータのせいで、その、節子は殺しちゃった。節子を餓死させたのはセータなのよ。だから悲しいっていう考え方。うん。だってさ、体の小さい女の子と、ね、男のセータがいるでしょ。で、セータってさ、自分の顔を通して、その、アスベなんだよ。はっきり言って。発達障害なんだよ。それで殺してるんだよ。だって、子供の方が食う量少ないんだから。だからみんな、よーく見たらわかるんだけど、節子って虫食ってるんだよ。鍋の中に虫が入ってるシーンあるでしょ。だから最近のねアニメ見る人バカになってるから、食うし虫を食うシーンないと食ったっていう解釈ができなくて、残酷なシーンを省くんだよ。だから暗喩って言って、メタファーって言って、大人ならわかるでしょっていうシーンを盛り込んでいくので、うわー鍋の中に虫入ってるよーっていうシーンあるでしょ。あれはセータは物を盗んで節子より多く食べてて、節子は虫食ってたんだよ。それくらい、だからガリガリになってって、ガリガリになった時に出る発疹なの、あれ。要は栄養失調状態の。で、なんでセータは死ぬ間際、オープニングの死ぬ間際、節子に会いに行くかっていうと、ごめんねって話なんだよ。俺のせいでお前を殺しちゃった、ごめんねって話なの。俺はお前より飯食ってたから長く生きられた。最後はだから節子を失った、その自分のエゴで、自分が精神病になって、もう食べれなくなって死ぬんだけど。そういう話なんだよ、あれ。戦争が悲劇じゃないんだよ。自分のエゴのせいで、可愛い妹を殺したっていう罪の話なの。うん。そう。よーく見るとわかるんだよ。よーく見ると。大人が見るとわかる。だから面白いんだよ。子供が見た感覚と、その、ね、辛い経験をしてきた大人が見ると全然見方変わるの、アニメって。うん。だって書いてあるじゃん、描写の中に。ちゃんと絵で書いてあるじゃん。うん、だからあのおばさんっていうの、子供の頃見ればなんだこのおばさん嫌なやつじゃんって言うんだけど、実は大人になってみるとおばさん何も間違ったこと言ってないのよ。働けって言ってんの、セータに。ゴロゴロ寝てないで、あんたいいところの軍隊のお子さんかもしれないけれども、プライドあるかもしれないけど、今は戦争なんだ、働きなさいってことをずっと言ってて、でもプライドが邪魔すんのよ。やっぱ軍人の子供だから、エリートの子供だから、お金もたくさんあるのよ。でもお金があっても物が買えない時代だったの。だからいろんな人にセータがこの子と僕を助けてくださいっていう風にプライド捨てたら生きていけたんだよ、あれって。実は戦争だから生きていけなかった、お金があったのに生きていけなかったって話なの。だからセーターは物盗む勇気はあるんだけど、物盗む行動力も勇気もあるの。ボコボコにされてでも妹と俺は食ってくんだ、生きてくんだっていうんだけど、あれエゴでしょ、あれエゴでしょ。あれはね、宮崎駿監督じゃない、高畑勲監督、エゴなんだよ。そうじゃなくてプライドをね、要は軍人の子供だって、エリートの子供だっていうプライドを捨てて、働きますって、僕たちのこと助けてくださいってセーターが一言言えたら助かったって話なのよ。だから残酷なの。それが言えなかった時代っていう。ねえ、カルピス飲むって、あの時代にカルピスが飲めるっていうのはさ、特権階級なのよ。ちゃんと描かれてんのよ。うん、戦艦の艦長じゃん。そう、すごい大人の話。だから高畑勲すごいですよ。うん、だから俺は今でも、その、セータはああいう風にしか生きられなかった不器用さに涙が出る。妹を殺してしまったっていう、セータの辛さが逆の泣き方なんだよね。お兄ちゃんかわいそう、節子ちゃんかわいそうじゃないんだよ。節子を殺してしまった自分の業の話なんだよ。だからカニ光線とかに近いんだよね、どちらかっていうと話が。うん、なんつうの、自分のその生きていくために命の優先順位を間違えたっていうか、その自分の食欲のせいでとか、エゴのせいで、自分の業のせいで妹を殺してしまったって話だよね。それが俺の解釈だから、全然泣き方が違う、ホタルの墓に関しては、うんうん、そう見ると全然作品変わって見えるけど、よく見るとそれ書いてあるから、ちゃんといろんなところに分かりづらく書いてあるから。なんかあのおばさんは嫌なおばさんじゃないんだよ、うん、大人なんだよ。だからセータが実は子供なんだよ、うん、だから子供が子供を育てないといけなかった悲しい物語なんだよ。深いよね、うん、
それをアニメでやるっていうところがすごいと思った。あと、その風立ちぬ見た人手挙げて。風立ちぬ見た人。あれも全然ね、つまらなかったっていう人多いんだけど、俺の解釈で見方変わったわって言った人、超いっぱいいるの。俺はあれね、宮崎駿の最高傑作だと思ってるんだけど、あれって、堀越二郎っていう主人公がいるんだけど、堀越二郎で合ってるよね？二郎さん。見た？あれって、二郎って直子のこと愛せなかったって話なんだよ。それ気づいた？みんな。だからこそ感動するんだよ、あれ。あれ、直子のこと愛せなかったし、直子は自分のこと愛されてないっていうのが分からなかったって話なんだよ。分かってたけど、それに準じたっていうすげえ物語なんだよ、あれ。俺3回ぐらい泣いたし、人生で映画館3回通ったの初めてなんだよ。あれ気づいた？なんで冷たいんだろうじゃないのよ。だから最後、煉獄って言って夢の世界には飛行機ばっかり出てきたでしょ。カプローニさんばっかり出てきたけど、ナオコが死んで初めて夢と同じレベルになったんだよ。夢の世界にやっとナオコ出てきたでしょ。だから生きてなんだよ。失って初めて飛行機と同じぐらい大事だったんだっていうことに気づくから感動できるの。だから、ずーっとナオコ愛されてないの分かってた。綺麗なものしか愛せない。私は今若いから美しいから愛されてるんだっていうことを分かってたから山から降りてきたんだよ。気づいてたんだよ。なお子は自分よりも飛行機のこと大事なの気づいてた。だからね、手紙送られるシーンあるけど、手紙一瞬のシーンなんだけど、2行ぐらい、なお子心配してるよ、愛してるよって会った後に、ずーっと飛行機のこと書いてあんの。俺は今仕事でこういうことやってて。だからそのシーンっていうのは一瞬で3秒ぐらいなんだけど、なお子が、誰々さんから手紙よって言うと、ファーって喜んで、わーって開けんの。もうキラキラした顔で。愛してる人から手紙だって言って、こうやってキラキラ読んで、こういう顔になるの。この演技を見てないんだよみんな。この迫真の演技を。アニメで演技やってるから。2行目、3行目までは、ナオコ愛してるって、君のことが心配だっていうメッセージ、ドキドキして、心躍ってるシーンなのに、急に目がね、こう閉じるの。心が塞ぐの。飛行機のことばっかり書いてあるの。その手紙を読んで山から降りるんだよ。すごい話なんだよ。超細かいんだよ、演技が。すごいよ、あれは。もう一回見てみて。で、そのセータは、愛してるのに気づくのは失った後だからすごいの。飛行機への嫉妬、そういうこと。飛行機への嫉妬なんだけど、天才性を認めてたから、だから、直子の方がすごいって話なの。直子の愛の深さなんだよ、あれは。そう。なお、で、感動するんだよ、その最後の飛行機が飛び立つシーンに直子がちょうど亡くなるっていう。そう、命がけで愛した女の話なんだよ。だから、あれは、このカップル素晴らしいって話じゃないんだよ。天才の、本物の天才っていうのは、人の命を食うって話なのよ。人を、周りの人を不幸にするからこそ、美しいものが作れるんだっていう、本物の天才の話なのよ。まさに宮崎駿の話なんだよ、あれは。二郎くんは、ずーっとお父さんらしいこと何もされなかったって、親父を恨んでるのよ。ブログとかで書いてるのよ。すごいよ、もう。だから、女子高生とかはなんかすごい、なんか愛し合ってるとか言ってたけど、全然違うんだよ。愛し合ってるんだよ。愛し合ってるんだけど、飛行機の方が愛してるんだよ。ずーっと妄想するのは直子のことじゃないの。恋愛映画だったら直子のことばっかり妄想で出てくるはずでしょ？恋愛中なのにずっと飛行機のこと考えてんだもん。でしょ？言われてみたらそうでしょ？で、もっと言うなら、ね、堀越二郎は女に興味がないキャラクターだと思ってるでしょ。全然違うから。冒頭のシーン、もう一回借りてみてほしいんだけど、冒頭のシーンは男の子の自分なの。で、飛行機に乗って街を旅するの。ブーンって自分の、こう、ファインモービル号かなっていうので、ブーンって飛行機で旅するんだけど、男も女も出てくるけども、みんな女だから、紅の豚と一緒で、キャーっていうの女の子なの。あれは、宮崎駿の天才なんだよ。どういうことかっていうと、夢の中の深層心理では、女にチヤホヤされたい男なんだよっていうのを書いてるのよ。男とか、飛行機見ないの。おーとか言わないの。飛んでるよとか言わないのよ。違うの。おーのぞみいらっしゃい。ごめんね、のぞみ。俺お前のこと誤解してたわ。めっちゃいいやつだ、お前。ごめんね、のぞみ。俺、お前のこと好きになったわ。リスナーの前で泣いてるの。のんたん。のんたん。のぞみ、来てるよ。
のりこちゃんって言ってるよ。うん、のぞみ、よろしくね、これから。なんか嫌なやつだと思ってたらめっちゃいいやつだわ。俺、のぞみ好きになったわ。うん、ありがとうね、俺の彼女のことも心配してくれて。うん。のんたんのんたんだからね。そう。だから、女からチヤホヤされたいっていう欲を持ってるの。女の人からキャーっていうシーンいっぱいあるから。お前もなかなかやな。まあな。俺も配信者だからよ。まあよろしく頼むよ。ありがとう、俺の彼女。よくしてくれて。彼女が首、ブスって刺して自殺配信やった時に、彼女、家で寝てたじゃん。その時に、のぞみがさ、泣きながら電話、泣きながらかどうかわかんないけど、電話かけてくれて、ずっと、のんたんのんたんで話してんのよ。そう。LINE 見てて、ああ、いいやつだな、とか思って。うん。あ、ゆかさんいらっしゃい。楽しんでて。大切さに死んでいくから気づかないって切ない。そうなんだよ。超切ない男の物語なんだよ、あれは。そうなんだよ。いや、俺嫌いなの。いや、別にいいけど。うん。いや、でも嬉しかったよ。うん。私のことは好き？モロ大好きだよ。うん、モロ好きだよ。うん、みんなリスナー大好きだよ。お、これこれ？あ、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください、コロコロさん。あれ、コメントありがとうございます。もしよかったら、面白かったらでいいんでフォローしてください。いや、ジブリは深いよね、ほんとね。ジブリはほんと深い。うん、面白いよ。のんたんと喧嘩してたの？うん、いや、喧嘩ってわけじゃないけど。うん、別に喧嘩はしたことを、喧嘩って感じじゃなくて、すれ違いって感じかな。まだほら、付き合いたてだから、お互いのこと分かんないこともいっぱいあるし。うん、いつかダークナイトとインセプションの解説もしてほしい。ダークナイトと、いや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 、ね、インセプションもダークナイトも深いんだけど、俺はやっぱね、日本の作品に対するリスペクトとかインスパイアいっぱいあると思ってんだけど、どうだろうね。好きだよ。ぶっちゃけインセプションもダークナイトも。だけど、あれはね、要はね、キリスト教的な概念がないとわかんないんだよ。うん。コルコルさん登場。おい、ひろゆきさんいらっしゃい。インセプション面白いよね。うん、インセプション好き。ただ、日本の作品の方が面白いのいっぱいある。うん。要はあれは東洋に対するリスペクトだから。西洋文化が東洋文化をね、取り入れた作品ですよ。うん。のんたんはね、配信者じゃないから。たまに。また来るね。うん、また来てもろ。ありがとう。あの子を解き放て。あの子は人間だぞ。ダメだな。あのシーンさ、明日かが俺の中で男、完成形なの、男の。マジで、この主人公かっこいい、惚れるわっていうのは明日かなんだよ。かっこよくない？あの声出したいんだよね。あの子を解き放て。あの子は人間だぞ。黙れ、小僧。明日か好きだわ。明日かかっこいいよね。なんで明日か人気出ないのかよくわかんないんだよね。明日かみたいに行きたいもん。ほら、おしゃべりじゃん、俺。あんなキャラじゃないじゃん。だからすげえ憧れるんだよね。こう、あんまり口数少なくてかっこいい。美少年。はい、こんばんは。梅子文ちゃんいらっしゃい。新しいフォロワーさん紹介します。コプセルさん、フォローありがとう。いや、かっこいいよ。明日かみたいに行きたいよね。その他は山へ戻れ俺さ、もののけ姫見てて毎回思うんだけど、もののけ姫ってすごい話だよね。結局何が言いたいのって、もう俺は好きなんだよ。もののけ姫超好きなんだけど、毎回見て思うのが、普通さ、サンと結ばれるとかさ、なんか、いろんな前振りがあるじゃん。その、いろんな前振りがあるんだよ。その、タタラバのこととか、獅子神の森のこととか。いっぱいあるじゃん、伏線が。全部ぶん投げて、あざを回収、あざもあるじゃん。呪いを解くっていう目的で旅してんのに、あざは残る。三になんて言うか、そなたは山へ戻れ。私はタタラバで暮らす。また会おうみたいな感じで。どういうことどういうことどういうことみたいな。ちょっと待って、あざ残ってるし、タタラバ崩壊してるし、なんか森大変なことになってるし、三とは別れるし、何の話これみたいな。それがね、好きなんだよ。要は、西洋的にハッピーエンドでもバッドエンドでもないの。要は、日常を描いてるんだよ。これが天才性だよ。うん。違うんだよ。あのね、明日かは、その婚約者からもらった守りをあげるでしょ。あれがいいんだよ。あれはどういうことかっていうと、婚約指輪なんだよ、あれ。あれを説明しないのがかっこいいんだよ。要は、
村の言い名付けからもらうのね。兄さんって言って。あれは婚約者なの。結ばれてた。それをプチってやって、そなたに授けるっていうのは、俺の嫁になれってことなのよ。それを言わないからかっこいいんだよ。チェルシーいらっしゃい。うん。わかる？要は自分の一番大事なものをあげるんだよ。何も持ってない明日かが。それが感動するんじゃん。うん。だから3は何かあると、あれをこうギュって握るし、ね、嫉妬に狂った3、女の5だよね。嫉妬に狂ったあのナイフで明日かを刺すんだよ。だって。あれは恨みなんだよ。明日かに対する嫉妬なの。どうしようもない心をうまく表現してんだよ。それをこうガッてやって、受け止めるじゃん、明日かは。ザクっていくけど、こう受け止めるでしょ。あれがいいんじゃないか。明日かはさんのこと恋愛的に好きなの。好きなんだよ。好きなんだけど、ろくでなしだから責任取らないって話だよ。結婚しないんだよ。ろくでなしの話だから、あれは。要は宮崎駿のことだよね、やっぱり。宮崎駿はアニメに狂って、女子供ね、ほったらかしにしてたから。新しいフォロワーさん、キリバンです。850人目のフォロワーさんです。チェルシーさん、フォローありがとう。好きですよ。もののけ姫いいですよ。あれは、ちなみに言うと日本の室町時代の設定で、アッシャカっていうのは縄文人。要は、今で言うアイヌとか沖縄の、要は毛深い民族の人たちいるでしょ。顔の濃い。要は縄文人は、その、どんぐり食べて、祈祷をしてっていうシャーマン的な生き方。要は神道みたいな生き方してな。で、天皇家って言って、弥生人が入ってくるのよ。それがタタラ場に暮らす。で、地御坊っていうのは天皇の使者ね。うん。だから、その、神殺しをしてこいって、地御坊に言う。で、革命を起こそうとしてた。要は、部落ですよ。今で言う。部落差別の問題の部落。要は、病気になったりとか、その、風俗場で性病になった人たちとかを抱えて、鉄を作るって言って革命を起こそうとしてたのが、タタラ場。それが、エボシ。で、エボシっていうのはもともと天皇に仕えてた、売春婦。売春婦っていう言い方、ちょっと適切ではないんだけど、昔売春してた人は巫女だから、位の高い位置にあったから、要はそれが革命を起こそうとしてるっていうのを、一切説明しないで展開するっていうのが、もののけ姫ですよ。うん。歌、そう。いいよね。だから、昔日本で起こった室町での戦争の話であるわ。まだ神様がいて、その神様を信じてる民がいて、そう。で、そう、天皇家の革命の話だよね。だから神殺しですよ。要は、エボシっていうのは神を殺して、天皇の地、要は新しい王になろうとしたの。それの権力のために、その銃を手に入れて神を殺すっていうので、要は国を統治しようとした話なのよ。タタラバを元に。ねえ、だからそれを分かってた、そのアッシャカっていうのはタタラバじゃないだろうって。そういう葛藤があったの。うん。どの歌もいいよね。そう、歌の中に全部、その答えが載ってるからね。ジブリの作品は。だからね、なんだっけ。例えばその、ユーミンだったら、小さい頃は、神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで、目覚めた朝は、なんだっけ。大人になってもだっけ。奇跡は起こるよ。カーテンを開いて、静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映るすべてのことはメッセージか。いいよね。ジブリって、作中歌も全部物語と繋がってる。まあ、作詞してるのが宮崎駿だから。いや、今はね、1番と2番ごちゃ混ぜになってた。ジブリの有名なのは、歌詞の中に全部答えが入ってるっていう作り方をしてるね。それを継承してるのが、庵野秀明のエヴァンゲリオンの残酷な天使のテーゼ。あれは、なんかエヴァンゲリオンよくわかってない人いるんだけど、エヴァンゲリオンっていう言葉って聖書って意味なの。宗教のことレギオンっていう、宗教のことは何て言うんだっけな、レギオンじゃなくて、
レリジョンって言うんだ。リレジョンかな？レリジョンか。うん。で、エヴァンゲリオンっていうのは、そう、聖書そのもの、福音のこと、福音書のことをエヴァンゲリオンっていうの。で、あれは、キリスト教に対するすごい、なんつうの、喧嘩的なタイトルで、要は、これが新しい人類、新世紀の聖書であるっていうタイトルなんだよ。だから、シンジ君とアスカっていうのは最後結ばれるけど、あれアダムとイブになるのよ。全人類を滅ぼして最小人間になるでしょ。だからシンジ君がアダムになって、アスカがエヴァになる。イブになる。アダムとイブの新しい話ですよっていう話の。だから、少年よ神話になれっていうのはこういうことですよ。そう。知らなかったでしょ。あれはだから、アメリカとかで受けなかったんです。そう。西洋でなんで受けなかったのか、あんだけ名作なのにっていうのは、そう、宗教的、その、なんつうの、ふざけんなっていう。リリスがキリスト。カオル君がユダ。実はね、そのね、ユダに関しては裏切ってないっていう説が、今、そう、有力なんだけど、なんでかわかる。キリスト教を正しく解釈すると、ユダは実は裏切ってないんだよ。うん。そう。シンゴジラ見たけど、あんまりだったな、俺は。だからちゃんと、六分儀言動って言って、言動の古い名前は六分儀って言うんだけど、コンパスになってるの？で、お母さんの名前が怒りって言うんだけど、あれ、船の名前の、船の怒りじゃないんですよ。石を測るって書いて怒りなの。あれはコンパスのこと指すの。だから、六分儀っていうコンパスと、そう、怒りっていうのは定規か。そう。定規とコンパスで、その中のゴッドチャイルドで、シンジっていうのは神の子供、真の子供、シンジなんだよ。うん、だから、フリーメイソンとかもちゃんと勉強してるの。うん。ゴッドチャイルド。だから、なんつうの。うん。そう、フリーメイソン、六分儀と怒り。要は定規のことだよね。うん。ユダはイリストの一番の理解者。まあそうだね。そうなんだよ。そう。正しく解釈するとそうなる。なんでかっていうと、神から、キリストはお告げが来てて、もう死ぬタイミングが決まってたから、要はその神の予言通りにしないといけなかったら、ユダが裏切らないといけなかったの。ユダが裏切らないとそのタイミングで死ななかったから。だから、キリストがこの中に裏切る者が出るって言ったのは、ユダお前頼んだぞっていうメッセージなのよ。正しく解釈すると。そう。だからユダは裏切りたくて銀貨30枚で売ったんじゃなくて、キリストを神にするため、神の予言通りに殺すためにやったって言われてる。それが今のその、神学者のね、最先端の考え方なの。裏切る必要がある。そう。だってじゃないと神の予言に逆らうことになるから、神のお告げを、のキリストの言ってたことを全部外れるじゃん。アスカの首絞めるラストなかったっけ？あるあるある。気持ち悪いね。プロレスにもヒールは必要。そう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 。まさにそうなんだよ。だからユダは嫌われ役を自分から買ったから一番の理解者なんだよ。あと、エヴァンゲリオンに関して言ったらみんな知らないかもしれないけど、あれどういう話かっていうと、イカリの実の親父は冬月だよ。これは知ってたみんな。あ、まあ、これ俺の解釈ね。シンジ君のお父さんっていうのは冬月のことですよ。うん。ユダは裏切りじゃなくて初めて恩返ししたんだよね。確か今の最新解釈。そうそう。あ、知らなかった？アブララさん。そういう話だよ、エヴァンゲリオンって。うん。そういう話ですよ。だからアニメをちゃんと見ると書かれてるから。で、要は全部説明しないのよ。優秀、要は見る人を試してるの。シンジ君のお父さんは、冬月ですよ。だから、それを裏付ける話しようか。え、みんな知らなかった？みんな知らなかった？マジだよ。じゃあ説明していこうか。うん。なんで、冬月がお父さんかっていうと、まず、いろんな裏付けがある。まずね、エヴァンゲリオンの世界観では、その、最後の劇場版、アニメ版を見たらちゃんとわかるんだけど、死ぬ時に最愛の人が現れるんですよ。だから、レズの女の子のオペレーターのマヤだっけな。マヤは、その先輩って言って赤木先輩が抱きしめて死ぬでしょ。死神であるレイが現れて、リツコの顔して死ぬと。で、その、ミサトさんのこと好きだったヒューガだっけな。ヒューガはミサトさんと抱き合って死ぬでしょ。で、冬月が死ぬシーンっていうのは、怒り、
お前もゆいくんに会えたかって言って、ゆいが出てくるでしょ。つまり、冬月っていうのはまず、ゆいが好きだった。ゆいを愛していたっていう描写がまずここで1点目。ここまでわかる？まず、裏付け1。冬月が死ぬ時に、ゆいくんが出てくる。つまり、冬月っていうのは、ゆいを愛してたっていうメタファーがそこに出てくるの。暗喩。これはまずわかるじゃん。ふむふむじゃん。なるほどと。1。で、その2。シンジ君の回想シーン、お母さんの回想シーンで、アニメ版で出てくるんだけど、その時に、普通だよ。お母さん、今まで出てこなかったベールに包まれてたお母さんのを出す時っていうのは、親子で出すんですよ。お父さん、お母さん、抱かれてるシンジ君で、普通アニメは常識的に出すの。それが感動を生むんだけど、お母さんがシンジ君を抱いてる時に映ってたのは冬月なの、回想シーンで。その時の掛け合いの言葉っていうのは、あの時はすまなかったな、ゆいくん。もう二度とあんな真似はしないよ。っていうの。冬月が。そしたら、冬月先生って言って、要は、あれはどういうことかっていうと、これは、シンジの子供、親父は冬月ですよっていう話なの。これが、まず、裏付けに。親子のシーンで出されるはずのシーンが、なぜか、言動ではなく、冬月、碇ゆい、シンジ君。ね？だんだん分かってきたでしょ？これ裏付けさんね。今度じゃあ、裏付け3。言動はなぜ自分の子供に冷たいのか。自分の子供かどうか分からないから。なぜ子供を捨てたのか。そう。自分の子供じゃない。冬月なんじゃないか。っていう疑いがあったから自分の子供を捨てたの。仕事に没頭したの。だから、自分の子供なんじゃないかなんじゃないかっていう疑いと葛藤してるのよ。だから男の戦いの時に、僕はエヴァンゲリオンパイロット怒り信じですっていう風に叫んだ時に、言動は救われるんだよ。あの時に、初めて親子じゃなくて男と男になった。だから男の戦いなの、あのタイトルは。怒り、自分の息子かわからないっていう、ね、言動の葛藤と、親父になぜか愛してもらえないっていう、シンジ君の葛藤をどうやってこの二人を結ぶのか。男と男になるからなの。感動でしょ？じゃあ今度。普通、よくある話、ごめんね。なんでエコーつけたんだろう。もう、裏付け4。普通、親子関係を表すシーンっていうのは、キャッチボールがよく使われるの。キャッチボールを親子でやるっていうのは、親子ですよっていう風な象徴的なシーンで使われるんだけど、今回の新作で何が使われたかっていうと、将棋を指すシーン。あれは親子ですよ。本来だったら、言動と、ね、言動とシンジ君が語り合う場面が必要なのに、なんで、冬月がお母さんの写真持ってるの？ね？冷静に考えてごらんよ。普通さ、言動が写真出すのはわかるじゃん。お前の母親の写真だって。言動に聞いたら、母親の墓の前でなんて言うかって言ったら、もうすべて物は処分した。残ってるのはこの墓だけだ。この墓の中に彼女がいない。全部捨ててるのよ。彼女のことを愛してはいるんだけど、恨みも持ってるっていうメタファーなの。それに一方、冬月はお前のお母さんはこの写真だよって、冬月の方が出すのよ。これもう、第5の裏付けね。じゃあ第6の裏付け。今度アニメーション的に顔の作り見てみて。言動とシンジ君の顔の作りって全然違うのよ。明らかに親子じゃないように骨格が違うの。でも、冬月とシンジ君見てみて。シンジ君がおじいさんになったら冬月の顔になるように顔似せてあるでしょ。これが裏付け6。今度、裏付け7いきますよ。これ最後。裏付け7。いくよ。あのね、裏付け7なんだっけ。なんで、大学教授で、言動の上司だった。要は、教え子なんだよ、言動って。で、冬月の方が、大学教授で優秀だったの。なんで、言動の下につくの？男だったら、プライドが許さないはずなのよ。なんで、言動の下についたのか。お前のこと見守るよ、つって、ずっと、あ、お前のことこの戦い最後まで見守るよって言い続けるかっていうと、要は奥さん寝取ったっていう恨みがあるから。自分の責任があるから。要は頭が上がらないの。でしょ？だから、そう、同じ女を愛した人として、要は自分の部下に迎え入れて縛ってるのよ。すごいでしょ？だんだんもう本格的になってくるでしょ？ここまで証拠が揃ってるんだよ。で、もっと言うなら、なんで言動は、ね、人類補完計画を起こそうとしたか。ゆいに会える。普通さ、愛する奥さんに会うときって、喜びのシーンとして書くでしょ。でも、エヴァンゲリオンのシーンって、ゆいに会いたい一心で人類を滅ぼそうとするんだけど、約束の時だ、ゆい。こういう言い方するでしょ。要は、決意の表れ出してるでしょ。これ何かっていうと、シンジは俺の子なのかどうか聞きに行くって話だから。要は、
碇優衣に対して、シンジっていうのはどっちの子供なんだっていうのを確かめる決意なの、あれは。そういう話なの。以上です。ありがとうございます。すごいでしょ？だからアニメをちゃんと見ると、実はそういうすごい話なんだっていうのがわかるんだよ。だからエヴァンゲリオンって何の話かって言ったらヒルドラなんだよ、あれ。どっちの子なのよって話なの。面白かったでしょ？うん。それがなんかエヴァの深みだよね。それをあえて出さないっていう。ヒルドラ、ヒルドラ。そうそう、アニメの若い時の写真、研究室の写真とかもそうだよね。うん、だから俺は自分でエヴァを200回以上何回も大好きで見てきたけれども、どう考えてもあれは冬月がお父さんの話にしか見えない、俺は。解説面白いでしょ？うん。だから、オタクっていうのは本来こういうことなのよ。アニメが好きだったらオタクじゃないのよ。人よりも膨大な知識量、研究力、見る目、面白い解釈を持ってて初めてオタクだから。俺はエヴァオタクだから。本物のエヴァオタクですよ。うん、見方変わるでしょ？全然。だから面白いんだよ、エヴァンゲリオンって。だから、子供じゃなくて大人にも受けたんだよ。まあ、エヴァンゲリオンについてはもう朝まで語れるよ。一回見ただけじゃわかんない、エヴァンゲリオンは。もっともっと解説、もっと深い部分いっぱいありますよ、エヴァは。お久しぶりです。ちなみになぜアスカは名前が変わったのですか？あれはね、まず、ちょっと待って。まず、綾波護衛艦って言って、日本の、その、船から、要は戦艦から来てるんだけど、綾波型護衛艦っていうのがあるんですよ。で、綾波型護衛艦に対して、会社名、例えば三菱、商事が三菱なんだっけ、重工が作ってたりとか、住友が作ってたりとか、同じ設計図でいろんなものを作ってるのを、綾波型護衛艦っていうの。母体は綾波なの。で、4番目が式波で、巻波っていうのは7番目。要は、それの変更、プロットを変えたの。うん。ただ、それだけ。うん。もっと知りたい。そう。アスカは、だから式な、まあ、いろんな説があるんだけど、それは新しいのが出てこないとわかんないよね。豚さんいらっしゃい。もっと詳しく知りたい。まあ、いろいろありますよ。だから、エヴァンゲリオンの、こういうところがわからなかったって言ってもらえたら、解説はできると思うよ。うん。うん。そう。それはね、アンの自身も言ってるね。パイロットの設定を変えましたっていう。だから、パイロットには綾波型、綾波型の名前を継付するっていう。うん。まあ、碇っていう名前の由来はさっき伝えた通りですね。なんで、その戦艦の碇じゃないのかっていう。石編なのかっていう。面白いでしょ？そう、アニメって深いんだよ。まあ、解釈は人それぞれだけどね。まあ、俺が言ってることは事実ではないよね。要は、そう、俺はこういう風に見るよっていう話だから。あくまで俺作った人じゃないから。まあネタにはなるんですよ。エヴァンゲリオンの親父って冬月だよって言って。確かになるでしょ。でも、なんかみんな、あ、和道の言ってること正しいと思った人手挙げて。あ、和道の解釈採用するっていう人。あ、和道が言ってた通りだわ、言われてみたらって、考え方変えた人手挙げて。どれくらいいる？あ、冬月説俺も採用するわっていう。和道も間違いないわ。いるでしょ。こんだけね、7個8個も出てきたらさ、これ確定でしょ。うん。あ、結構いるね。うん、結構いるね。採用してくれるんだ。じゃあみんなで広めようぜ。うん、みんなで広めよう、これを。うん、ありがとう、うん。あ、結構いるね。面白いよね。あと、なんで本来アダムとイブになるときに綾波レイじゃなかったのかわかる？あれ。なんで映画の最後に、アスカを殺そうとするのかっていうと、本当は綾波と結ばれたかったんだよ。だって夢の中のシーンで LCL の中で結ばれてるの綾波でしょ？セックスしてたじゃん。
要は、あなたと一緒に生きていきたいっつって、生まれてきたのがアスカじゃん。で、アスカは包帯巻かれてるでしょ。あれは綾波の化身だっていう意味なんだけど、その時殺そうとするんだよ。だから、本当はレイが良かったの。本当は、レイを転生させようと思って、アダムとイブの物語にしようと思ったんだけど、なぜかアスカが呼ばれる。あれ、簡単だよ。シンジ君の子供見ごぼってたからだよ。だから後半でアスカがどんどん壊れてくんだけど、ゲロ白身とかあれつわりだよ。もう、妊娠してるの。知らなかったじゃん。うん。だから、アスカが選ばれちゃう。うん。面白いでしょ。そう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 。本当は綾波を呼び戻そうとするんだよ。でもね、多分今回の新しい進撃だと話変わると思う。なんでかっていうと、そのお母さんと繋がってないとエヴァはパイロットできないっていうシーン省いてるから。だから、アスカがさ、2号機爆破させるじゃん。あれお母さんだったら爆破させらんないのよ。で、お母さんが出てこないでしょ。だから設定変えてるね。式並みに変えてるのと同じように。アスカのキャラ位置変えてるから、今回のヒロインアスカにならないかもしんない。うん。綾波で行くかもしんないね。ちなみにマリの役目は、マリは、イカリ、レズビアンなんだよ、マリは。だから、あのね、それはね、漫画版のエヴァンゲリオンに書かれてるんだけど、あの、研究員の、一個下の天才研究員なんだよね。だ大学の後輩なの。だから、玄道の後輩でもあるの。で、レズビアンで、その、お母さん、要は、イカリユイのこと好きだったの。だから、あのメガネっていうのは、イカリユイからもらってるんですよ。うん。だから、マリの役割っていうのは、その、お父さんとお母さんとか、冬月とかの過去を語り部の役割だね。うん。語り部の役割。だから、多分ね、次の映画の冒頭、どっかのシーンで、マリが、シンジ君にお母さんの話を伝える役割をすると思う。マリは。それ予言しておくよ。その説ともう一つ、レイが自分の母親だって気づいてっていう説もある。あ、そうそうそう、レイは母親だから、そう、イカリユイのコピーだから。それはまあ、説明しなくてもわかる人いっぱいいると思うんだけど。うん。だから、お父さんはレイのこと愛してるんだよ。DNA。で、エヴァの世界っていうのは、魂と肉体っていう風に分けて考えるんだけど、レイっていうのは、その、第二子との魂を持って、お母さんの体を持ったコピー体なの。だからエヴァを操縦できるの。エヴァっていう肉体には魂が必要なのね。リンクする。だから、その、リリスから作られたエヴァ。で、魂を持ってない。でも、リリスの魂を持ったユイ、レイは操縦できる。これが仕組みなのね。で、体はお母さん。じゃあ、シンジ君は、渚薫はどうかっていうと、第一使徒のアダムの魂を持ってて、シンジ君のコピー体なの。だから、シンジ君の理想形として作られてるの。だから、薫君っていうのは魂を持ってないエヴァを操縦することができるから、2号機を操縦できる。で、シンジ君はなんで初号機を作れるか、操れるかっていうと、初号機のコアのベースの中にはお母さんの魂が入ってるからの。はい、また来てください。うん、確かにマリはなんか知ってそうだし。そう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 。マリは、もうその役割で確定だね。マミリンさんいらっしゃい。楽しんでてください。風船プレゼントありがとう、ニートロ。あ、もし僕の放送を応援してくれる人がいたら、アイテムもらえると嬉しいです。アイテムかフォローよろしくお願いします。結構オタクで、語り系の配信者ですが、旅配信したり、外配信とかも結構やるんで。カジさんは影薄くなりましたね。今回必要ないんでしょ？うん。だから前作でも、庵野監督っていうのは必要なくなったキャラクターを殺すことで有名なの。昔から。だから、必要なくなったキャラクター全部殺して、最後、アスカとシンジ君だけになるっていう。もう役割が終わったキャラクターは殺すっていう斬新な人なのね。うん。クータンありがとう、アイテム。コブンちゃんありがとう。うん。ロンギヌスの槍っていうのは、もともと、キリスト教の聖書の話なんだけど、ゴルゴダの丘っていうところでキリストが処刑されるのね。で、ロンギヌスっていう名前の人が槍を持ってキリストを貫くんですよ。
で、神様であるキリストの血が、返り血が浴びて、それで神僧って言うんだけど、神の道具。それがロンギヌスさんの槍っていうことで、ロンギヌスの槍って言われてるの。これはだから世界にあるんですよ、実際に。伝説の武器としてロンギヌスの槍っていうのあんの。あと、ネブカドネザルの鍵っていうの意味わかんなかったと思うけど、ネブカドネザルっていうのは皇帝の名前です。エヴァ9の、劇場版19年後の話でびっくりしましたね。そうだね、14年後の話。あー、あれはびっくりしたよね。だから予告編がその空白の14年間だったんだよね。うん。あれはびっくりした。宇宙から始まってあれ良かったよね。新しいフォロワーさんです。小宇宙さん、フォローありがとう。あれはびっくりしたね。でも俺は旧作のエヴァが好きだね。やっぱり。旧作のあの狂った感じが好きだった。やっぱエヴァだなっていう。カシウスの槍はまだよくわかんないんだよね、俺も。古いエヴァの方を語ることの方が多いかな、俺は。旧作のエヴァが好きだから。新作も嫌いじゃないんだけど、なんか、心理の葛藤がうまく描けてないなと思って。狂った感じがないんだよね。シンジ君の、その精神崩壊してくのとかがすげえと思ったから。古代バガーありがとう。サンキューいつも。ありがとうね。大切にするからね、みんなからもらったアイテムは。一緒に、俺らも、伝説作りましょう。和道っていう伝説を一緒に作りましょう。でも楽しいね。真心を君にエアーの劇場版が好きでした。俺でもね、両方とも好きだよ。終わる世界と、世界の中心で愛を叫んだ獣も好き。うん。あれは仏教的な、要は内面世界と実際世界の二つを描いてて、リンクしてるんだよね。同時に放送するとね、全く時系列が一緒になる。おー、軍屋さん、花火ありがとうございます。じゃあ、スクワットします。一回、二回、三回、四回、五回、ありがとうございます。軍屋さん、ありがとう。どうだろう ?18 万いったかな ?18 万まであといくらだったっけ ?18 万いったかな、うん、今月の稼ぎ18万。あと2万ぐらい稼ぎたいね。はあ、いいスタートだね。配信業。勉強になった。いや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 。どうしようかな。そろそろ一回お開きにしようか。あと22分で一回放送終わりにしますんで、最後まで楽しんでってください。だからいっぱい人が来てくれて嬉しいですよ。ありがとうございます。ありがとうみんな。ハートプレゼントありがとう。エヴァって結局ループの話なんですよね。それはまあ最後まで見ないとわかんないですね。この前19万だったよな。うん。でね、数字は17だよ。うん。17、17。あ、トータル、先月3万円稼いでるから、それと合わせたら、いくらになってんだろう。多分20万超えてると思う。うん。今月、17万なんですよ。で、多分ね、それはね、トータルの方、ポイントがまだ残ってるから。ハートプレゼントありがとう。うん、カズさんいらっしゃい。な、トータルは入ってるけど、俺1ヶ月で稼いだ分は、1ヶ月の給料って、その、なんていうの?経理上の関係で、そう、まとめて引き出したりとかしないから。この月はいくら稼ぎました、この月はいくら稼ぎましたっていう感じでやってるから。うん。そんな感じ。
うん、後ろの棚にワンピースあるけど、ワンピースも読むの。俺ワンピースだって、あれだもん、連載からもう、1話からジャンプで読んでるもん。この漫画、あの世界変えるって言って。小学生1年の頃か小6かわかんないけど。おー、マキルさんバーガープレゼントありがとう。頑張ります。ありがとうね。ワンピースは大好きですね。まあ、ワンピースは、なんだろう。感情系を揺さぶる系だから、なんか裏設定とかあんまりないからね。なんか、そう、語る素材にならないけど。やっぱりみんなが知らないような解釈とかを伝えた方がアニメは面白いと思ってるから。ワンピースはそういう話じゃなくて、全部説明する子供向けの作品だから。だからみんなが感じた通りでズレがないと思ってるから。うん。ワンピース大好きですね。おー、クミちゃんいらっしゃい。こんばんは。出先なんで風船投げていきますね。またゆっくり行きます。ありがとう！そういうのいいね。うん。かっこいいね。面白い面白い。ジンベイはどこがビッグマム、ん？どこかビッグマムにやられたのかな？どうなんだろうね。ジンベイ、ジンベイね。うん。ジンベイどうなるのかね。俺も楽しみだよ。サブさんいらっしゃい。ふわっちで生活できてるね。できてるできてる。いい感じ。はい、アキラいらっしゃい。メリー号が燃えてみんな泣いて、船が喋り出した件はどう思いました？俺、それ、あのさ、友達にさ、あの、モノマネしたの。そしたら、あのね、あの、ふざけて、迎えに来たよ、みんな、って言って、あの、バカにして、あの、メリー号のアテレコやってたの。そしたら、お前のせいでメリー号読んでも泣けなくなったわ、って言って、すげえ叩かれた、同級生に。お前のせいでメリー号のイメージそれになったわ、つって。あれでも、俺は CP9 編が一番好きだから、すげえ感動したけどね。CP9 のあの、行きたいっていうシーンは好きだね。うん。ルフィビッグマムには勝てない気がする。いや、勝たないと成立しないでしょ。だから、ワンピースの面白いとこそこなんだよ。もう、なんか力関係とか修行とか関係なくて、最後は気合で倒すっていうのが好きなの。もう何でもないっていう。最後は気合で全部倒すっていう。なんかいろんな裏付けつけるんだけど、もう関係ないの。気合さえあれば絶対勝てるって話なんだよ。うん、チョッパー仲間にいるとこが泣けた。あ、いや、チョッパーまだ仲間になってないっすよ。うん。確かね、まだ仲間になってないの。サンジとチョッパーだから、今サンジがこれから仲間になる話を今書いてるから、チョッパーはまだ仲間確定じゃないっす。もう一波乱ありますよ。うん。あのビブルカードで仲良くならないかな。どうなんだろうね。わかんないけど。俺はね、ワンピースあんまそういう風には見てない。そうだよ。チョッパーとサンジ。あのね、漫画のコミック読んでる人だったらわかるけど、あの、ワンピースって何人目って書かれるのよ。仲間になる回って何、一人目とか二人目って書かれるんだけど、あの、実は書かれてない回があって、それウソップが書かれてなかったの。何人目って。で、ウソップが書かれたのは、実は CP9 編で喧嘩別れした時あったじゃん。で、やっぱり行きたいって言って号泣して手繋ぐシーンの時に、4人目って書かれた。で、その何人目って書かれてないやつが二人いて、サンジとチョッパーはまだ書かれてないから、もう一波乱ありますね。サンジとナミの話だけが好き。他見てない。あ、そうなんだ。いや、あのね、コミックで読んだら、チョッパー編はめちゃめちゃ泣けるよ。ヒルルクすごい。ヒルルクは超良かった。うん。人はいつ死ぬと思うっていう。あれいいよね。人はいつ死ぬと思う。うん。人に忘れられた時だよ。って言って。うん、いい人生だったーつって自爆するんだよね。うん。チョッパーを悲しませないために、チョッパーの毒で死なないために、自爆するんだよね。エースが死ぬとこいいよね。こんな俺を愛してくれて、ありがとうって、鬼の子と呼ばれた俺を愛してくれて、ありがとうって泣く、ね、泣けるよね。チョッパー編泣けるよね。チョッパー編から本気で泣けるようになったかな、俺。小太郎さんいらっしゃい。なんかね、それまで、その片鱗はあったんだけど、うまく話が作られてなかったんだよ。クイナの話とかもダメだったし。そのベースになったのが波編なんだよね。波編ですごい過去をうまく書け、ベルメールさんでうまく書けるようになって、それを完成させたのが、チョッパー編だよね。その、人にはルーツがあって、
それでね、歴史があって今が成り立ってるんだっていう。ヒルルクの花までは読みました。ヒルルクいいよね。その先はね、しばらくぐだるんだけど、CP9 編って言って、ニコロビンとが仲間になる話があるんだけど、それ最高にかっこいいよ。お、呼ばれてびっくり。あ、小板野さん、フォローありがとうございます。楽しんでってください。僕は全員フォローしてくれた人の名前呼ぶんで。図鑑の毒の意味の輪のところやばい。あれいいよね。毒のマークね。そう。ヒルルクっていう、その、チョッパーの育ての親がいるんだけど、ヤブ医者なんだけど、その、海賊大好きなのよ。で、海賊の国旗ドクロじゃん。で、これはすごいマークなんだ、チョッパーっつって。これは男に夢を与える、すごいマークなんだ、チョッパーって言って、ドクロマークが教えるのよ、チョッパーに。で、ドクロマークは、その、すごい栄誉のあるもんだって、チョッパーは勉強して、図鑑でヒルルクが病気になったのを知ったら、その、ドクロマークが入ってるキノコを探しちゃって、で、これがあったらヒルルク助かるって言って、それを拾ってきて、必死の思いでボロボロになって、それを薬にして、ヒルルクに与えちゃうのよ。で、ヒルルクは、その気持ちが嬉しかったから、毒だって分かってたんだけど、飲んじゃうの。で、自分の死が悟ったから、もう、あと何時間後に死ぬって。だから、チョッパーの、に殺されたっていう過去を作りたくなかったから自爆するの。そう。それが図鑑の意味の、毒の意味のところに。バカな話なんだけど、バカな話なんだけど泣けるっていうね。そこがね、小田栄一郎の魔法ですよ。整合性が全くないっていうね。もう気合だけで全部解決するっていう。気合に泣けるっていうね。気合でみんな死んだり生きたりしてるからね。気合ってすげえなーっていう。俺はゾロの出会いの話が一番泣けた。あ、ゾロの出会いっておにぎりのやつかな。かっこよかったよね。砂で踏まれたところおにぎりバリバリ食ってね。ごちそうさまでした。あれかっこよかったね。そうそうそう。メリーゴーの時のウソップの気持ちもね。メリーゴー、なぁ。ウソップいいよな。あのストーリー考えられるの本当にすごい。一つすごいな。いや、もうね、テロップっていうかその、プロットか。あの、企画自体はもう完成してて、中学生の時に作ったらしいよ。もうずーっとワンピースのことばっかり考えてて、ワンピースの話の全体の構成、要は、絵コンテみたいなのは、もう中学生の時に完成させてんだって。今それを作ってるだけなんだって。肉付けして。天才だよね。あのかっこよさをわかんないと男じゃない。いいよね。空島はちょっとわからなかったな。要は、D って何なのかっていうと、その、月の民のハーフなんだよね。D っていうのが、今有力な説っていうのが、言われてるのが。で、月の民の戦争を起こして、人間と月の民のハーフっていうのが D 一族って言われてるの。だから、その最後、ラフテルが月なんじゃないかって言われてるよね。空島とエネルがワンピースの鍵。そうだね。最近はちょっと難しくなってきた感じする。いや、もう終盤だからね。ちょっともう引っ張りすぎてる感はあるよ。引っ張りすぎてる。だから最後、ラフテルに行くんでしょ。エネルが最強だと思う。エネル最強だよね。たまたま天敵だっただけでめちゃめちゃ強いからね。ゴッドエネル、うん。エネル強えよな。あれ4個入れるよ。たまたま空にいたから大丈夫なだけで。倒しきれてないっつうかさ、たまたま相性が良かっただけだよね。エネル最強だよね。あれ最初の方出会って良かったよ。覇気とかね、覇気とかだ、後設定でつけたけどさ、もう絶対勝てないからね、覇気なんか使われたら。っていうかね、光っていうのもよくわかんないよ。ピカピカの見て。光最強だろ、みたいな。ちょっと、やっぱ設定書くのは下手だよな。後付けだから。ハンターハンターは緻密でそういうの面白いけど。プテラプティいらっしゃい。楽しんでってね。コメントありがとう。やってるよ。いい感じですよ。稼いでますよ。配信業。
死んでも人工マッサージで生き返る。ハンターハンターもそれパクってたからね。ゴムで心臓マッサージとか意味わかんねえと思って。ハンターハンターはもう読むのやめた。いや、面白いっすよ。うん。ハンターハンター今いいっすよ。特に、アリ編が良かった。あのね、グリードアイランドでクッソグだったんだけど、なんか遊戯王カードみたいな商売っ気が出てきて、俺もカードで当ててやるみたいな、トガシのね、商売っ気が出てきてクソだったんだけど、結局そのカードぶん投げて、設定。いや、ダメだ、売れねえわっつって。遊戯王カードみたいになんねえっつって、トガシがぶん投げたんだよ。あり良かったよ。ゴンが覚醒したのが良かったね。あれダメだったんだ。まあ、これから面白くなると思うよ。ハンターハンター。月見さんこんばんは。バーガープレゼントありがとう。あれダメだったんだ。でも最近のハンターハンター、その後書かれてるけど、めちゃめちゃ任せてますよ。また救済入っちゃったけど。すごいいいよ。悠々白書もろだったな。いや、まあ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 。いや、それはしょうがないっすよ。もうベテランなんで、初期作品じゃないんで、やっぱ過去の積み重ねなんで。うん、まあね、誘惑好きな人からしたらね、やっぱ、パクリっていうか、まあ本人の作品だからな。それはパクリって言わないでしょ。ドラゴンボールアラレちゃんのパクリじゃねえかよって言わないでしょ。お前、隣のトトロってお前、パンダコパンダのパクリじゃねえかよって言わないでしょ。いや、本人の作品だからって。それにいるところあるよ。うん、まあでも誘惑世代だからね。ハンターハンターだけ世界観だったにも、ああわかるね。それはわかる。うん。でもね、今回面白いのが、ユウスケっていうキャラクターかけてなかったと思ってたの。俺誘惑では。要は無邪気なキャラで、なんかキャラが定着してないから結局人気投票、比叡に持ってかれたと思ってんのね。だけど今回ゴンフリークスは、そう、純粋さゆえの狂気みたいなのがうまく描けてて、要は純粋イコール天真爛漫なだけじゃなくて危なっかしいとか命を引き換えにしちゃうみたいな、その辺の設定が面白いね。誘惑のクラマの皮肉だね。悪党の血ほど綺麗な花が咲くって言ったところ鳥肌。あれかっこいいよね。てかクラマ、陽子クラマになった瞬間クソかっこよくなるからね。あれは感動した。うん、ビジュアルイメージあんま良くなかったんだよ、クラマ。ヨーコになった瞬間超イケメン化するからね。信長かっこいいよね。うん、仲間思いだからね。俺はね、一番好きなのクロロなんだよね。うん、クロロのあの感じがすごい。自分と離れたキャラクターが好きだから、クロロっぽい、このね、タトゥー入ってて、冷静で冷酷で。でもなんか、こう、いろいろ考えてて、なんかかっこいいなと思う。クロロ好きだね。まあ、クロロは死んじゃうキャラだけどね。ゴントの腕相撲の時に惚れた。今でもトグロ兄。ウゴーさん、ウボーギン。ウボーギンじゃなかった。ウゴーじゃなくて、ウボーギンでしょ。ビッグインパクト。ていうか、あれだよね。ほんと、旅団の戦い超かっこよかったよね。ウボーギンと、クラピカの戦いすげえよかった。祈祷がかゆい。あー、ご愁傷様です。うん。僕もうずいてますよ。昨日フェラー途中で止められちゃったんで、寸止めプレイですよ。クロロ死なない。あ、もう死ぬって予言されてる。うん。トカシが殺すキャラ、現役旅団は全員死にますってインタビューで答えてる。もともと死ぬ設定のキャラなんだって。要はヒソカを引き立てる役なんだって、あれ全部。だから、もうだいぶ前、10年ぐらい前から、現役旅団は全部殺すキャラですって言ってる。だけど、今回、なんか、本人がインタビューで言ってたのが、ちょっと手を抜いてしまったみたいな、本当はやらないといけないことをやらなかったみたいなことをぼやいたんだけど、それはマチを殺さなかったことだよね。多分、マチのキャラクター気に入ってるんだよ。可愛いじゃん。なんか、トガシっぽいキャラクターじゃん。だから、本来はマチを殺さないといけなかったのに殺さなかったから、なんか手を抜いてしまったみたいなこと言ってたね。最近のクロロめっちゃ強かったよな。いや、強かったというか、超卑怯だったよね。その卑怯さがかっこよかったんだよ。1対1でやろうっつったのにさ、5、6人でやってたからね。5、6人でひそかフルボッコしたからね。あれ汚ねえよな。あれほんと汚ねえよ。あの汚さがかっこいいんだけど。煙、ダーティーだよね。勝てる戦いしかしねえからな。なんかインタビュー読んだんだけど、現役旅団死なないフラグかなって思ってたんだけどな、信長だけだと思うんだよね。どうなんだろうね。でももう、なんだっけ、
あれ、カー君もう読んでないって言ってなかったっけ？あれだよ、タクノだとシャルナークだっけ？まあ死んだよ。トガシさん自由すぎて好きや。いや、トガシが面白いのが、ジャンプの掲載には、なんか、その担当が、病状の腰が悪化したためお休みしますって書いてあって、新刊が出ると、こうやってやって、ラスベガスで遊んでますとか、新しいゲームが楽しいとか言って、こいつクズだなっていう。全然楽しんでんの。こうやって、ウィーっつって、ラスベガス最高でしたとか言って、遊んでるよな。いやもうそういうところがいいよね、トガシのね。アリゴのインタビュー。あ、そうなんだ。能力借りまくりじゃなくて、あれ参戦してるでしょ、完全に。っていうか、フロアマスターだったのが設定が良かったね。あ、だから天空闘技場に密かいたんだっていう。ね。その設定がすごい好きだった。あ、フロアマスター、クロロなんだ、みたいな。FF が新作出すので休みますっていうのが一番笑った。もう何でもありだよね。ぶっちゃけた話。もうあそこまで面白いんだったら何でもありだよ。嫁がセーラームーン。すごいよね、あのカップルね。トガシ、トガシ。あ、トガシね。いやー。でも、ジャンプで、そういうことできるのって、バスタードの作家と、あと、ハンターハンターのトガシだけだからね。まあ、それくらいの面白い漫画作品作ってるからいいんじゃないの。俺らがとやかく言うことじゃないよ、もう。もう勝ち組だもん。別居解消したので休みますってのもあった。いや、いいじゃん。もう、成功しただよ。やりたいようにやるのが一番だよ。だから、下手につまらない作品にするんだったら、ハンターハンターちゃんと書いてくれたら、俺今現代作家の中で、一番レベル高いの富樫だと思ってるから、鳥山明いなくなって、その後継者は富樫だと思ってるね。やっぱ画力、ストーリー構成、設定、全部、パーフェクト。ハンターハンターはストーリー性がいいけど、やっぱ設定が弱かったりとか、なんかギャグが取れなかったりとか、甘いところあるから。なんか、ワンピースは一極集中型っつうか、超天才タイプなんだよね。もう一個のストーリー性だけでバーンって押し上げてるっていうか、もう、ストーリーの天才みたいな。富樫の次の漫画できてるっていう。あ、そうなんだ。あ、知らんかった、カー君。じゃあ、残り2分で終わりにします。一旦終わりにします。150分だから、2時間半放送しました。いつもありがとうみんな。今日フォローしてくれた新しい仲間を紹介します。今日のフォロワーさんは、小太郎さん、小宇宙さん、チェルシーさん、コプセルさん、アネゴさん、モンチさん、ミックチュジュジュさん、クミさん、キースさん、カエルさん、ゴロツキさん、チッチさん、ホーライさん、ムクさん、梅こぶ茶さん、中野ちゃんさん、ありがとうございます。フォローしてくれた人。あ、そうなんだ。インタビューで書いてたんだ。うん、お疲れ。あ、ハートありがとう、イブ。お疲れ、お疲れ。ハッチお疲れ。面白かった？またフォローして、また見てね。小宇宙ありがとう。フォロワーすごい増えたね。今、850人かな。新しいフォロワーさん紹介します。フォローしてくれてありがとう。高谷さん、フォローありがとう。夜中に配信するかどうか、まあ、のんたんとどう過ごすのか、明日仕事だから、ちょっとわかんないかな。かくんありがとね、お疲れ。なおちゃんお疲れ。黒もいつもありがとね。診療お疲れ。お疲れお疲れ。また楽しみに見に来てください。みんなありがとう。現在はですね、おそらく18万円になってますので、今月残り3日間ですが、20万円目指して頑張っていこうと思います。みんな、よろしくお願いします。いつも俺のこと支えてくれてありがとう。ゼリーさんお疲れ。じゃ、ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。